世界最高峰の卓球リーグ、ノジマ T リーグ2022-2023 シーズン。この時間、この放送では、T リーグ男子、岡山リベッツ対琉球アスティーダのゲームをお届けしてまいります。会場は昨日に引き続きまして、岡山にあります、笠岡総合体育館です。岡山西武の笠岡での今日は2日連続での岡山ホームのゲームということになります。この試合の解説、野田学園卓球部総監督、橋津文彦さんです。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。実況岸田ともでお送りしてまいります。まあ、岡山でのホーム、昨日に引き続いてのゲームということになってますが、今日はかなり、ね、お客さんも入っていらっしゃって、館内かなり盛り上がってますね。そうですね、はい。昨日から一部の席でこの岡山のホームのゲームも声出し応援が可能になりまして、その声援が大きな館内響いているという形になっております。さあ、今日のまず琉球アスティーダの選手が入ってまいりました。ご覧の6選手、今シーズン好調の吉村真晴がまず先頭で入ってまいりました。そして吉村和弘、その後張本智和が今入ってきております。今シーズン今世界ランク2位になって初めての野島 T リーグ登場ということになります。木造り、そして今有信タイムが入ってまいりました。そして最後に松下が入ってきまして、一番最後に入ってきましたのが、今シーズンもこの琉球アスティーダを率いますチャン和弘監督です。橋田さん、今日は琉球はほぼフルメンバーに近いメンバーと言っていいでしょうね、これね。そうですね、はい、有本ノリノリですからね。そうですね、はい。さあ、そしてこれから岡山ホームの選手、岡山リベッツの選手がこれから姿を見せてまいります。岡山リベッツ、昨日と同じ登録5選手ということになっておりますが、ご覧のようにもう昨日以上にもうタオルを広げての声援、応援がこのホーム笠岡総合体育館に今お客様の声援が届いているという感じです。イサンス、今シーズン戻ってまいりました。昨日は非常に素晴らしい試合をして、もうゲーム後のあの表情が非常に印象的なイサンスです。そして昨シーズンからこの岡山リベッツに入ってきまして、大車輪の活躍、ハオシュアイ、威力抜群のバックハンドで岡山をうならせてくれ。そして昨日に引き続きましてメンバー入りしています田添響が今入ってまいりました。そして先日登録されたばかりの高見正輝、昨日に続いてまして登録という形になって出場選手で入ってきております。世界を虜にする。そして最後に入ってまいりますのが岡山リベッツ、ファーストシーズンからリベッツ岡山リベッツの顔として活躍しています森園正隆が今入ってまいりました。そして岡山リベッツファーストシーズンから率いておりますこの白賀康介監督です。まあ、昨日からこの声出し応援が一部解禁という形になりまして、その声は非常にやっぱり力になるとありがたいという話をゲーム前も今日されていたこの白賀監督、今日はこの5選手登録ということになっております。現在の野島 T リーグ参加チーム、ご覧の通りとなっております。男子4チーム、女子は6チーム、女子は今シーズンから京都カグヤライズが加わっての6チームとなっております。男子はファーストシーズンから同じ4チームということになっております。よろしくお願いいたします。さあ、マッチレギュレーションなんですが、こちらはファーストシーズンから変わっておりません。ダブルス3ゲーム、シングルスが第2マッチから第4マッチまで5ゲームずつ行われます。第3マッチ終了段階でマッチカウント3対0でも必ず第4マッチまでは行われます。第4マッチ終了段階でマッチカウント2対2の場合はビクトリーマッチ1ゲームが行われるということになっております。これはファーストシーズンから変わっておりません。続きまして勝ち点なんですけれども、これもファーストシーズンから同じ、4対0で勝った場合は勝ち点4、それから第それ以外の勝利は勝ち点3です。ビクトリーマッチで敗れた場合は勝ち点1与えられます。それ以外の敗戦の場合は勝ち点はありません。そして現在の順位表なんですが、岡山リベッツが昨日勝ちまして2位に浮上しました。まあ、橋田さん、ご覧のように、まあ、琉球が少し抜け出しているようには見えるんですが、ちょっと試合消化が琉球少し他チームより多いので、木下真下がまた追いついてきているもあるので、もうほぼ団子状態と言っていいでしょうね、これね。そうですね、うん、木下ここから追い上げてきますからね。そうですね、木下は琉球よりも2試合、少ないという形になっておりますので、まだまだ分からないと言っていいと思います。それから今シーズンの出場選
選手登録に関する一部変更がありまして、第1マッチのダブルスと第2マッチのシングルス、去年までは連続で出場できなかったんですが、今シーズンは連続出場可能ということになっております。昨日イサンスがこの形で出場しておりました。さて今日のマッチアップなんですが、ご覧のとおりになっております。第1マッチダブルスイサンス対森薗、イサンス森薗組対張本木造組、第2マッチからシングルスハオシュアイ対有信、第3マッチがイサンスと吉村真晴、 そして第4マッチが高見対張本というマッチアップとなっておりますが、橋津さん、このマッチアップダブルスやっぱりだいぶ注目になってきそうですね。そうですね、これダブルス取った方が有利に試合を運べるんじゃないですかね。はい、イサンス森薗組対張本木造組、まもなくゲームが始まります。第1マッチです。野島 T リーグ 2022-2023 シーズン、この試合松浦はじめさんが主審、そして藤井進さんが主審でゲームさばいていくということになります。昨日も組みましたこのイサンス森薗正孝です。イサンスは現在世界ランク25位、森薗は現在105位ということになっております。昨日も組みまして、今シーズンこの2人のペアリングは2勝1敗ということになっております。昨日の勝利もありまして2勝1敗です。今シーズンもマッチインタイムレギュレーションが施行されています。一方の琉球アスティーダは張本と木造り、張本は今シーズンからこの琉球アスティーダに移籍してきました。世界ランク現在2位まで上がりました。木造りは現在世界ランク74位、今シーズンこの2人は4勝1敗ということになっております。まあ、ダブルスではイサンス森薗組との対戦は今日が初めてということになりますが、橋井さん、まあ、このダブルスを取るともともと野島 T リーグこの第1マッチダブルスはもう重要なんですけれども、今日のゲームこの後のマッチアップ考えますと、ここダブルス取る方が相当有利に進んでいきそうですね。これね、そうですね、4番に張本がいますので、琉球はですね、はい、ダブルス取った時点でまずビクトリーまでは持ち込める。で、岡山が取るとその後ハオシュアイーサンス、はいはい、強烈な、はい、オーダーですからね、はい、一気に岡山リベッツが有利になる、はい、そういう風に予想してます。はい、木造り、それから張本との今日はコンビで今回が6回目ということになります。琉球アスティーナのダブルスです。ラリー戦になったらやっぱりリベッツペア、はいはい、強いんじゃないですかね、うん、できればだから琉球としては早めに決着はつけたいというところでしょうね。そうですね、うん、早い段階、もう2球、サーブ2球目チキータ勝負、はい、3球目みたいな、そんな早い展開の勝負を挑んでくると思います。はい、一方のこの岡山リベッツとしては、まあ森薗それからイサンス、まあ、ダブルスではもう本当に第一人者コンビと言ってもいいでしょうから。そうですね、スペシャリストとスペシャリストが組んでますからね。張本はこの間のアジアカップではシングルスでイサンスと戦ってその時は勝ってるんですが、やっぱダブルスはまた変わってきますもんね、当然ね。そうですね、うん、森薗選手のチキータをどう封じていくか、はい、そこが大きく影響してくると思います。ここはまず岡山リベッツ、最初お話しあったようにこのラリーに持ち込んでのまずポイントということになりました。森薗のサービスからゲームが始まっています。森薗選手も張本選手もレシーブは基本的にチキータで全部狙っていくんじゃないですかね。はい、ここはまずワンオールになりまして、続きまして琉球アスティーダですが、今森薗のサービスを受けていたのが張本でした。今度はその張本のサービスです。レシーブイサンス、もう私の勝手な予測なんですけど、はい、この1ゲーム目の組み合わせは沖縄琉球の方がいいんじゃないかなと、はい、思っております。はい、今のはオーバーしました。これで 3-1 になりました。今度はサービスがイサンスに変わります。張本
トがまあレシーブに森戸のところはなっていましたが、今度はイスハンスのサービスを木造りが受けます。オーバー 2-3 です。木造り選手は基本的にレシーブはストップ、ツッツキ、あとちょっと逆モーション入れたりとか、はい、そういった次に張本が決めるっていう展開が多くなりますね。はい、オーバー3-4になりました。続いて木造りのサービスです。森戸選手もチキータできますからね。はい、このチキータ張本対応しましたがという形になりました。3連続ポイントでこれで 3-4 です。ご覧ください。もうこのレベルになるとチキータをミスしないこと、それをまた狙い撃つこと、うん、そこまでは確実に入りますからね、はい、その後の展開ですよね、はい、このすごいレベルの試合ですね。そうですね、さあ森園のサービスです。張本が受けるという形になります。これは見事に木造りが打ち込んでいきました。これで 4-5 です。素晴らしいですね。ご覧ください、はいはい、サーブも決して甘くなかったんですけど、うんうん、はい、さすが世界ランク2位ですね、はい、森園2本目チキータで返していきましたが、しっかりと対応していきました。いいスタンス、5ボールです。いやもう簡単に返しているようですけど、ええ、まあ、僕もベンチとか入ってて何回か対戦しても張本のチキータ早いですからね。あ、そうですね、H ボールもしっかり対応していきまして、また逆転しまして 5-6。 森園選手も怪我明けとは思えない。本当なんですよね。昨日もそうなんですが、はい、足の動き早いですね。本当早いですね。張本の2本目ですからオーバーです。また6オール、流れがもう全くどちらかという感じになりません。一進一退です。一進一退というか二進二退というか、はい、今度はイサンスのサービスです。6オールです。おー、このラリー見事裏つきました。イサンス7-6です。イサンス2本目、ネットにかかっていたようです。やり直しです。あ、ネット越えません。7オールです。やっぱり木造り選手は台の中非常にうまいので、はい、そうですね、はいはい、かなり正確なストップで、はい、回転量も残しましたね、はい、この木造り張本もコンビネーションかなりいいですよね、この2人ね。そうですね、うん、これは森戸のしかし見事です。すごいチキータいきました。 7-8。 オーバー、ナイス。これで初めてではないですが、まあ、2点リードという形になるのは岡山の2人はこのゲームでは初めてということになります。
そして森薗のサービスですが受けるのは張本。9-7になっています。超えません。ゲームカウントです。今のプレー、森薗選手さすがですね。張本チキータで返していきましたがもうネットにかかってしまいました。チキータで来るの分かった瞬間にちょっと長めに切って出しましたね。なるほど。ただ張本もすぐ対応していきましてフォアで思い切って打っていきました。ご覧ください。さあ応援しましょう、もっとください。さあ今度は張本のサービスになります。8-10になっています。世界ランク2位になって初めての野島 T リーグ登場ということになります張本智和です。オーバー、サーブ返ってきましたね。そうですね、ご覧ください。返ってますね。この辺りもすっと返ってきます張本です。もっとタイムアウトを取ったりですね、岡山がここでタイムアウトを取りました。岡山リベッツのタイムアウトです。ちょっと今の2本の取られ方は流れ的には向こうに行きそうな感じに一瞬なったというところもあったからでしょうかね。そうですね、やっぱりイーサンス選手がやっぱりチキータ入れない、小島選手がいるので入れないので、はい、まあ、サーブ急遽変えてきたんですけど、まあ、最初言ったんですけど2ゲーム目の展開組み合わせの方が岡山有利だと思われるんですね、はいはい、なのでどうしても、まあ、森薗選手イーサンス選手としてはこのゲームを取っていい展開で2ゲーム目に持ち込みたいという、はい、そういう考えもあるんじゃないですかね、はいはい。まあ、あと1ポイントというところまで来ていますが、まあ、ここ連続で、ポイントを取られてしまったのでというところもあって、まあ、1ゲームやっぱり取りたいというところですね。次もレシーブになりますが第1ゲームデュースはありませんので、まあ、10点オールになっても一応岡山のサービスという形にその次はなります。じゃあ取りました、岡山リベッツです。しっかりと対応して岡山が取りました。11-9です。チキータ行きましたね。そうですね、ご覧ください。はい、はい、早いですね、イサンスのチキータ。第1マッチは岡山リベッツです。11-9、第1ゲームは岡山リベッツです。イサンスがチキータ行ったのこの1本だけですね。そうですね、ほとんど出してなかったですからね、はいはい、もう張本の同じサーブ来るのももう分かってたので、はい、もう命がけで、はい、勝負いったみたいな、はい、そういう思い切ったプレーだったと思います、はい。さあこれで、ワンゲームアップという形になりました岡山リベッツ、まあ、とにかくダブルスは取っておきたいという両チームの思惑というところもありますけれども、さあこの第2ゲームが今度はどう進んでいくかということになります。ご覧のように大変昨日よりもさらに大きな声援がこの笠岡総合体育館内に響いております。サーブレシーブが逆になって、はい、森薗選手のチキータに対して木造選手がちょっと苦手意識を持ってます。そのようです ね前回の、ね、はい、マッチアップマッチコンビは違うんですけれども、かなり苦しんでましたよね。どこにかなり苦しんでいた木造がありましたので、はいはい、ただ木造り張本もサーブの回転量半端なくあるんで、そうですね、はい、まあ、どこまでそれを封じてくるか、はいはい、そのあたりが見どころになってくると思います。
木造りのサービスからゲームが始まります。ちょっとフラッシュ禁止ですのでお願いします。イサンスがレシーブということになります。ネットイン、ワンダー、素晴らしい反応ですね。はい、もう一度渡す際、ネットから手前に帰ってきましたね、はい、当たり前のように取ってますから ねえ、ワンオンになります。まあ、この張本の充実感というのはこのダブルス見てもやっぱ現れますね今ね。そうですね、うん、あの下がらないのとやっぱりサーブレシーブ、はい、そこの厳しさは今は森薗がしっかり対応していきました。張本厳しいレシーブ返していったんですけども、ご覧ください。その前のロングサーブ思い切りましたね。あのイサンスですね、はい、はい、あのやっぱりもう張本がチキータくるの分かってるんで、うん、はいはい、さあ今度は2本目です。受けるのは張本。ワンスリー、今のも今度ちょっと短めでこれタイムアウトを琉球取りましたけれども、やっぱりラリー戦になると、うん、さすがにこのダブルスのスペシャリスト同士が組んでる岡山ペア強いですね。そうですね、でもそこにやっぱり対抗するためには張本選手のチキータ、あとカウンター、うん、はい、で琉球ペアとしては早い段階で得点を取らないと、はい、ラリーが長くなれば長くなるほどやっぱりあの森薗選手ももうなんていうんですか、もう足の速さがもう忍者みたいに速いですからね。そうですね、はい、どこまでも飛びついてどこまでも回り込んで、はい、ラリーの強さはやっぱり岡山ペアの方が上なんで、うん、はい、でちょっと僕最初からあの前回の試合をちょっと見てて、あのやっぱり森薗選手のチキータに対して木造り選手がかなりちょっと苦手意識を持っているという印象を受けたので、はいはい、なので1ゲーム目琉球ペアとしては取っときたかったですよね。そうでしょうね、はい、悪くなかったですからね、流れとしては、はい、本当シーソーゲームでセブンオールまで行って、はい、さあその張本は今度はサービスに変わります。森薗が受ける形になります。これはオーバー、いいですね今のプレーです。やっぱりサーブの回転量が少なかったら森薗選手のチキータがよりこう強度を増してくるので、うん、張本選手も回転量であのミスを誘うのと森薗のチキータを威力を半減していきたいですね、はい、今はもうもうまさに今森薗のすごいチキータが出ましたが、ご覧ください。これ返しても前にもボールが落ちるような形になってしまいました。これで2-4になって今度は森薗のサービスに変わります。あの琉球ペアとしてはもうちょっと1つ、うん、2つギアを上げてもうリスクを背負っててもちょっと攻め込んでいきたいところですよね。なるほどね、はい、森薗が出して今度はレシーブ気作り、あ、オーバーしてしまいました。あの張本選手のボールってこうもちろん速いのも速いんですけど、こう重たいんですね、はいはいはい、みんなが言うのが、はい、あのそう聞きますね、はい、見た目以上にやっぱりこう体重を乗っけてきてるというか、うん、ああ気作り見事追いつきました。フォーオールです。張本のその思いっていうのはなんかいろいろ話は聞くんですけど、全くその想像ができないんですけれども、どんな感じなんでしょうね、思いっていうのがちょっとわからない感じ。やっぱりあの回転量とこう体幹の強さと、はい、でラバーもやっぱりちょっとかなり固めなものを使ってるんで、ああなるほど、はいはいはい、はい、ボールとラバーが当たった時の、うん、
か引き連れ効果っていうんですかね、はい、それがやっぱり強いんですよね。なるほどね、はい。オーバーしまして、もう今の際どいところの、はい、ハーフロング2バウンド目出るか出ないか絶妙なサーブだったんですけどね、はい、やっぱりこのハーフに対するこう入り方、イ・サンスもさすがですね。そうですね、少しここはイ・サンス時間をかけます。イ・サンスのサービスです。ネット越えません。 6-5 です。やっぱり緊張感ありますね。そうですね、こう見てる方がちょっとこう手に汗握って、うん、ネットオーバー、7-5になっています。昨日の試合よりも、はい、コンビネーションがまた出来上がってますね、この2人ですよね、はい、そうですね、それは今日のちょっと朝練習見てる雰囲気もかなりコンビネーションいいなというふうに個人的には見て思っていたんですけれども、まあ、そのあたりやっぱダブルスでやっぱりこれだけスペシャリストだと言われる2人、その辺も合わせ方もやっぱりよく分かってるんでしょうかね。そうでしょうね、うん、しかしまた追いつきつつあります。 6-7。 張本のサービス受けるのは森園です。2本目 6-7 です。あ、オーバーしてしまいました。追いつきました。森園選手も初めてチキータミスしましたね。そうですね、これが普通ですからね、このミスするのがこれが普通ですからね、はい、それは張本のサービスに対してということですよね、はい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 、そうです、そうです。森園の1本目です。あ、これ見事、あ、ネットインというような形になりましたが、ご覧ください。まあ、こういうのがちょこちょこ出てるんで、やや流れは岡山の一人なのかもしれません。ただもうほぼ差はありません。ポイントは今、はい、8-7 です。森園の2本目、木造りが受けます。あ、オーバー。木造り選手もうまいですね。うまいですね、今、はい、もう短くいくと見せかけておいて、もうそのまま相手の回転を残してバック側に押し込むようなレシーブだったんですけど、はい、木造り1本目です。オーバーしたようですね。これで逆転しました。あ、ネット超えなかったんですね、はい。さあ、9-8です。この2ゲーム目で琉球が取るとちょっと流れが変わるかもしれませんが、あ、ネット超えなさい。さあ、10-8になりまして、今度はゲームポイントは琉球アスティーダです。いや、じゃあもうこのチキータですね。もうフォア前をみんなチキータでバックでみんな入ってきますね、うん、はい。さあ、イサンスのサービスになります。8-10です。ネット越えずに決めました。チキータで決めていきました。琉球アスティーダ、第2ゲームは琉球アスティーダが取っています。11-9。最後のボールの回転量かなりあって、そうでしょうね、はい。さあ、これで全く分からなくなりました。
この先ほどからゲーム始まる前からその森園と木造りのところで岡山勢がやや有利かなというようなところはあったんですけれども、そこで岡山がこのゲームを落としたという形になってくると、もうこのゲームは分からなくなってきますね、これね。そうですね、はい、まあ、結果論なんですけど、はい、僕の予想は両方外れたっていう申し訳ありません。いえ、そんなことは、はい、はい、木造りも、まあ、対応しているという感じ、対応しきれてるわけではないとは思うんですけれども、そうですね、森園のチキータに対して2本ミスしてましたし、ね、はい、返球も甘くなってたんですけど、うん、はい、まあ、いかんせんその前森園とその木造りがダブルスで当たっているときは、要するに森園が怪我で休む前ですからね、はい、まあ、はい、あとパートナーが、和弘だったんで、あ、向こう、琉球ですね、和弘のサーブに対しての森園のチキータと、はい、今回は張本のサーブに対しての森園のチキータなんで、はい、やっぱり張本のサーブ回転量半端ないのでということですよね、はい、逆に森園選手もちょっとどうしても、はい、チキータミスしたり、はい、先ほどちょっとお話ありましたけどね、ファ、はい、イナルゲーム、してる部分もあると思います。森園2サーブ、はい、さあ森園のサービスからという形になります。シックスオールからの第3ゲームです。第3ゲームはデュースありです。オーバー、まずは岡山リベツです。やっぱりリーサンス選手うまいですね、大丈夫ね、はい、そうですね、はい、はい、埼玉のチョヨンシーと組んでメダル取ったりして右ペアで世界で勝ってますからね、やっぱりそのダブルスのテクニックに関しては本物だと思いますね。そうですね、よく対応します。あ、しかしオーバー、セブンオールです。そうですね、琉球はこういう形でとにかくもう前について、はい、上から攻める、はい、もうそれが勝つための条件になってくると思います。はい、セブンオールで張本のサービスです。はっ、ベッチボール対応してポイントにしました森園です。セブンエイト、ご覧ください。やっぱり森園選手こうフルスイングしてくるんで、そうですね、受ける方としてはやっぱりちょっとこう圧を感じるんですよね。張本サービス少し変えてきましたが、イサンス対応してきました。これで7-9です。ご覧ください。もう YG 来ると思った瞬間に山張ってましたよね。なるほどね、はい、はい、これ2ゲーム目の、あ、1ゲーム目の最後も、はい、やってましたからね、張本、はい、あれフォアで取って甘くなさせるのが琉球側の狙いですからね、はい、さあイサンスのサービスです。 9-7、 これも森園よく対応しました。さあマッチポイントです。10-7となっています。少し時間をかけます岡山の2人。イーサンスのサービス、いやー見事に打ち抜いていきました森園です。岡山リベッツが第1マッチ取りました。マッチ、ゲームカウントは2-1です。昨日に引き続き苦しい展開からの粘り強い戦いでした。いや、やっぱりこの2人がダブルス組んで強くないはずがないですね、はい、ということですね、はい、これはただ岡山はこの2人が今後ダブルスを組むということが増えてくると、他チームにとってはこの第1マッチは相当壁になってきますね、これね。そうですね、うん、もうね、やっぱり森園がダブルス
一番で勝つっていうのは、岡山の必勝の方程式とかありますからね。ファーストシーズンもこの、森薗のあの時は上田との組み合わせだったんですけど、あそこでやっぱりリズム作ってファイナルまで進んだというのがやっぱり岡山リベッツはありますから、やっぱりこのダブルスで取っているのは、その経験が白川監督にもあるんでしょうけれども、この組み合わせができたというのはやっぱ本当に大きいでしょうね、これね。そうですね、やっぱりこの槍の強さはもちろんなんですけど、やっぱりこの試合見ててもやっぱりこの駆け引き、もう勝負どころチキータ、あのイサンスがチキータに行って、サーブレシーブチキータ、この辺の駆け引きの勝負になってくると思うんです、ですけど、さすがですね。そうですね、さあ、まもなく第2マッチが始まります。主審が藤井進さん、副審が杉本博俊さん、両氏審判で第2マッチを行われます。ハオシュアイ対アリノブタイムです。ハオシュアイは昨日も勝ちましたので、今シーズンシングルス10勝2敗、昨シーズン途中からこの野島 T リーグにハウシャイが来ているんですが、昨シーズンが13勝4敗だったので、もう23勝しているという一方のアリノブタイムですが、もう、ファーストシーズンからずっと琉球アスティーだという形で、所属しております。今シーズンはシングルスここまで5勝4敗ということになります。シングルス今日出てきましたので、今までの5シーズンの中では一番今シーズン、ゲームに出ているということになります。両選手とも T リーグランクは星1つということになりますが、今ね、ハオシュアイは世界ランクついておりませんけれども、もともとはとんでもない、中国代表する選手の一人でしたので、今のこの成績はもううなずけるところもあるんですけれども、なんて言いましても昨日のゲームですよね、ハオシュアイは。すごかったですね、ピッチフォードは相手に対してもうあのサーブ3球目の練習をしてるんじゃないかみたいな、本当に3球目練習みたいな試合をしてましたからね。本当にすごかったの、昨日のハオシュアイは本当にものすごいゲームを見せました。さあ今日はアリノブとのゲームどんな試合になっているか、この両選手ここまで T リーグで2度戦って1勝1敗という成績になっております。あのアリノブが岡山の選手に全員勝ってるんですよね。そうなんですよね、そういう意味ではちょっとそこに期待しての起用だと思います。はい、アリノブのサービスからゲームが始まります。第一ゲームです。まずはアリノブがポイントを収めていきます。やっぱりあのアリノブはもう外国人選手ぐらいのボールのパワーがあるので、やっぱりこう今の現代卓球の中でテクニックももちろんですけど、パワーっていうのが必須ですからね、連続ポイントになりましたアリノブです。このアリノブは野田学園の出身で、橋さんの推し王でもいらっしゃるんですけども、その時と比べてもさらにパワーついてるって感じなんですかね。そうですね、やっぱり胸板とか体とかやっぱり一回り二回りも大きくなってるんで、ちょうど今ちょっと試合前に話をちょっとだけしたんですけど、やっぱりレシーブをどうやって入っていくか、でやっぱりフォアで取ると昨日ピッチフォードも相当苦戦してたんで、やっぱり、バックでチキータもしくはストップ、今の展開ですよね。そうですね、あれをフォアで取るとやっぱり甘くなって3球目上から持ってこられるんで、そのバックにロングサーブ来るのを警戒しながらチキータとストップはバックで入っていく、そこの辺のチェックを練習でしてましたね。さあ今度はアリノブのサービスに変わります。 3-1 オーバー、これで 3-2 になります。でもハオシュアイ選手にとってもちょっとアリノブに対して苦手意識あるんじゃないですかね。ネット越えません。3オールになりました。ハオシュアイが9月とこの9月ですね、アリノブと対戦した時にはもうストレート負け、アリノブが 3-0 で
勝っていました。昨年の12月のゲームの時はハオシアイが勝ったんですが、その時はゲームカウントは3対1ということになっております。今度はハオシアイのサービスです。3オールです。トライ3フォー。そうですね、ハオシアイ選手のサーブに対してアリノブが苦戦してないですね。そうですね、はい、2本目ネット越えません。ボールです。戦術的にはアリノブいいですね、うん、アリノブの2本目です。うん、これはハオシアイが下に向いていきました。ファイボールに追いつきました。ラリーの展開は五分五分に持ち込んでるので、はいはい、あとはアリノブが当たり出すか、うん、当たり出したら止まらないですからね、はい、しっかりとエッジでも対応していきましたハオシアイ。ここで逆転です。6-5です。昨日ほどテンポは良くないですねハオシアイは。まあサーブが、ね、さほど今のところ効いてないので、アリノブがバックで全部取ってくるので、うん、だん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 フォアサイドの厳しいところに、はい、今そうですね、はいはい、今のように台の横に出したり、はいはい、ショートサーブもかなりフォアサイドに持ってきたり、はい、ここまで厳しくなるとさすがにフォアで対応せざるを得ませんが、返すのがいっぱいいっぱいでした。7-5になって今度はアリノブのサービス2本です。これもアリノブ見事です。エースです。いいサーブですね。そうですね、ハオシアイがこのアリノブにのサービスに対してのレシーブはどういうふうに今ご覧になってますでしょうか。アリノブもちょっとこうだいぶ厳しいところに出してもらうところなんですね。ハーフ中心で、はいはいはい、2バウンド目を出すか出さないか、奥に出したり横に出したり、はい、その辺で狙っているので、はいはい、まあ、ハオシアイも対応しきれてないわけじゃないけども、はい、思いっきり対応できているわけでもないという感じですかね。そうですね、うん、読めてはいるんでしょうけども、アリノブとしては YG をフォアで取らせて、レシーブの返ってくるところを断定させて、はいはい、ナイス、バックサイドに返ってくるように断定させて、うん、はい、3球目狙っていきたいという戦術だと思うので、はい、ハオシアイが今 9-6 になっています。そうですね、これフォアで取らないといけなくなると、うん、結構このサーブ取りづらいので、はい、もう本当上から3球目狙われる、はい、厳しい展開になりますね、はい、まあ、サービスミスになってしまいました。最後はハオシアイが4連続ポイントで第1ゲーム取りました。11対6です。今のは、まあ、だいぶギリギリ長いの狙ってきたんでしょうけど、ちょっとミスになってしまいましたね。さあこれで11対6ということで、第1ゲームはハオシアイが取りました。やっぱりダブルス、ね、取って、うん、思い切ってやりたかったですよね、琉球としては。そうでしょうね、はい、やっぱり後ろに張本が、まあ、第4マッチ控えてますからね、控えてるっていうのでダブルス、うん、勝ってれば、うん、やっぱりこの
思い切っていけたんですけど、はいはい、まあでもあのアリノブもあのまた当たり出したら止まらなくなるんで、そうなんですよね、はい、もうあの、はい、本当にこの勝利のパターンといいますか、このアリノブの一つの形というのはもうハマると止まらなくなって結構圧倒するというのがパターンとしてあるので、チャン監督も今スーツ着てベンチ入ってますけど、ね、直前まで、ジャージとユニフォームでもういつもアリノブと練習してますからね、はいはい、やっぱりかなりアリノブのことを期待してるんでしょう。まあチャン和弘監督も最初のファーストシーズンは選手としてこの琉球にいましたから、まあ、もうずっと要するにアリノブとは琉球シーズンで一緒ですものね、はい、そうですよね、はい、さあ今度はハオシャイのサービスから始まります第2ゲームです。大きな声援も送られていました岡山の笠岡総合体育館です。まあ、これはフォアでしっかり返していきましたが有野部がポイントになります。ラブワン、2本目ハオシュアイです。ネット越えません。ワンオールです。やっぱりストップばっかりになってくるんですけど、やっぱりちょっと思い切ってチキータ行きたいですね。うん、はい、フォアのかなり厳しいところに出てきてもうストップせざるを得ない展開になるんですけど、はい、ネット越えません。ハオシュアイのポイントになります。ワン、ツーです。いや、昨日の試合からハオシュアイ選手集中力高いですね。高いですよね。あまりハオシュアイ割と結構イライラする場面もあるんですが、昨日今日とそれもほぼありません。ツーオールになりました。まあ、こういったところで結構イラッとするところがハオシュアイあったりするんですが、こういう場面がほぼないですね。ハオシュアイのサービスです。カウント2ゴールです。今難しいところにハオシュアイ出していきました。ミドルかなり厳しいところに今ハオシュアイ出していきました。2本目スリーツー、これも厳しいところに出していきます。フォーツーです。チキータで返していったんですけれども、そうなんですね、バックがもうかなり手堅くて、うん、もう右のバックサイド詰めたり、はい、ちょっとでも回り込んだらすぐフォアに飛ばしたり、うん、ここで相手をかなり揺さぶってきますね。ハオシュアイですね。さあ今度はアリノブのサービス2-4になっています。ネット越えませんでした。さっきと同じサーブで回転量はかなりありましたね、はい、だからあまりこう、ね、アリノブ YG が得意なんですけど、そっちにあんまりこだわりすぎてもという気もするのですが、どうでしょうか。ネット越えません。ハオシュアイポイントです。スリーファイブ、もうちょっと出たら見逃さないですね。そうですね、この辺が昨日もそうなんですけども集中力高いのは今のところも本当の見逃さないところはもともとあるんですけども、かなりこの2日間強いですよね。そうですね、うん、5-3 です。いや見事 6-3 です。体当たってますね。体当たったんですね、はい、2ポイントずつ上げているという形になっているこのゲームのハオシュアイです。ネット越えません。3連続ポイントです。7-3。
ものすごくあのハオシアイがめちゃめちゃペースを握っているような昨日のゲームの雰囲気とはちょっと違うんですけれども、ゆっくりゆっくり自分のペースになんかしているような今のゲーム運びです。今度は有信のサービス、これは見事です。そうですね、有信フォアハンド打つところまで持ってきたいですね、はい、ここまでいけばあの突破口は必ずありますので、はい、今の流れは有信にとってはベストという形ですね、はいはい、さあ今度は有信2本目、うん、これはネットからオーバーしました。有信が連続ポイントで、あの1ゲーム目の出足、有信良かったんですけど、そうですね、はい、フォールそのあたりからフォアハンドを打たせてもらえてないね、サーブレシーブで、はい、サーバー台の横に出されたり、はいはい、でレシーブもストップをきっちりされたりして、うん、台の中に止められて得意のフォアハンド打つところまで持ち込めてなかったんで、そうですね、どうしたんでしょうかね、あ、アリノブの汗ですね、汗ですね、汗が台にちょっと残っているようで、今あのアリノブむちゃくちゃ汗かくんですよ。ああ、そうなんですか、はい、はい、もう試合中にもう2枚着替えるのはもう普通で、はい、あの1回3枚着替えたことありますからね、か、はい、1試合の間にそれすごいですね、はい、いや厳しいところにハオシアイがサービス出していきました。ご覧ください、返すのがバックで返すのがいっぱいいっぱいでした。チキータ行きたかったんですよね。そうですね、出させませんね、ハオシアイが、はいはい、チキータ封じされてますからね、さあ2本目どこへ出していくか、レとネットにかかっています。ハオシアイとしてはもう徹底して、あの台の横に出したりロングサーブ混ぜたりして、うん、有信をフォアでレシーブさせてチャンスを作りたいですよね、はい、戦術としては、はい、チキータ出していきましたがネットイン、よく対応します。有信が少し離れていますが、ハオシアイはあまり離れません、ネット越えていきません、ハオシアイのポイントです、はいはい、まあハオシアイが本当に離れませんでしたね。もう本当ね、上から、うん、上から叩き込んでいく、はいはい、アリノムのサービスです。5-9になっています。これネット超えません、ポイントはアリノムです。こうやって見るとそんなに汗っかくっていう風に見えないんですけど、そうやっぱ相当出てるんですね。相当出てますよ、相当、ね、はい、ドライフォー、いいですね、今のは有信の一番狙っているような形になったかと思います、はい、まあ今ちょっとレシーブもそんなに甘くなかったんですけど、はい、もうちょっと無理してでも、はい、フォアで行った方がいいと思います。レシーブは厳しいところには出ていったんですが、はい、そこも無理せず、無理して有信が行って、はい、思い切って行って、今のは有信のポイントになりました。ちょっとリスク背負ってでも攻めていった方がいいですね、はい、さあハオシアイのサービスに変わって今度は1本目、ポイントは今 9-7 になっています。ここは時間をかけるハオシアイ、1本目です。いや厳しいところ出していきます。ゲームカウントまで来ました。これですよね、うん、これですよね、この結局昨日もピッチフォードもバックで高いところで、はい、飛ばされてましたからね。そうでしたね、はい、はい、10-7 ゲームカウント、ハオシアイです。オーバーしてハオシアイが取りました。第2ゲームハオシアイです。11-7です。
第2ゲーム11対7で、まあ決して有信が自分の形を出してないわけではないんですけれども、まあハオシライがそうですね、その形を出されるとちょっとなかなか難しい感じですかね。サーブの配球、回転の質、はい、あとマルドアルノブがチキータ、はい、行こうと思ったらロングサーブを出したり、はい、アルノブを打たせてないですよね。あ、そうですね、はいはい、なかなか、フォアハンドを思い切って打てる展開が作れてないですよね、はい、でやっぱりアリノブがフォアでうまく処理できないので、はい、どうしてもバックでチキータとストップもうそれで行くしかなくなっているので、はい、またそれを封じられて、はい、展開が多いのでもう逆にこうつっつき混ぜたりはい、バックに長いレシーブ入れたり、はい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 、ちょっと展開を変えながら、はい、戦術を変更してまた元に戻してもいいんですよ。なるほどなるほど、はい、同じことをやってサードゲーム通じ続けるってことはないので、はいはいはい、戦術をまた戻して、はいはい、ちょっとその辺を少し工夫して、うん、ちょっと崩せば、ね、アリノブのフォアハンドがたくさん打てる展開は作れると思うので、はいはい、まあそれはもう本人も気づいてると思いますけど、今の、ね、1本目のサーブも、はい、変えてきてますし、はいはい、期待してみましょう、はい、ラブワン2本目ここは戻しました。これは見事です。ワンオールです。短いところ2本出してきました。ワンオールになりました。今度はハオシライです。形としてはアリノブの展開ですが、これですね、はいはい、これがアリノブの卓球ですね、はい、今のご覧いただきましょう。この後のフォア、あとは粘っていただき、だいぶハオシライも台から離れてしまいました。高校の時とかですね、はい、卓球練習しててアリノブがミスしてこう僕の体とかに当たるんですよ、はいはいはい、むちゃくちゃ痛くてですね、なんかやってて腹が立ってきたの今一瞬思い出しました。そうだすいません、くだらない話をしました。いやいやいや、とんでもないです、はい、いやそうなんですね、はい、痛いってことはやっぱそれだけまあ早いの、重いから重いですよ、はい、もう卓球やってても指とかに当てられたらもう折れたんじゃないかと思うぐらい痛くて。あ、そうですか、はい、はあ、はいはい、すいません、いえいえ大丈夫です、はい、はい、ネット越えません。アリノブがリードを取りまして、これで今 3-2 です。もう本当アリノブ思いっきり打ってくるんで、うん、はい、まあまあこれがね彼 の, あの最大の魅力なので、はいはい、そこに期待していきましょう、はい、ポイント 3-2 です。2本目、いいですね。今のもアリノブの形になりました、はい、縦回転バック前、はいはい、ご覧ください、はい、YG を何本かバック前に出してたんですけど、やっぱりバックサイドにこうボールが曲がってくるとチキータ入りやすかったんで、それで結構逆にコース変えてもチキータされてたんですけど、はいはい、今縦回転にして、はい、チキータ入りづらいサーブにしてますんで、そうですね、はいはい、あ、そうですね、悪くないですねこれで、はい、ミスしたけど、はい、こういうのを混ぜながらこう戦術転換、はい、戦術を変え続ける、はい、そういう部分が必要だと思います。ポイント 3-4 です。ハオシュアイのサービス2本目です。これはオーバーしていきました。ポイント抜けていきました。これで 5-3 3-5 になりました。アリノブがリードで自分のサービスになります。
5-3。よーい6-3。いいですね。アイアムの形になってきてますね、はい、ご覧ください。フォアで強烈なのを出していきました。3球目これで 6-3 です。しかしハオシュライも同じ形にはしていきません。あのバックに長いサーブに対して判断いいですね、うん、あのやっぱりこう大きい体格の大きい選手ってやっぱりね、はい、回り込むのに少し時間かかるんですけど、はいはい、ハオシュライが今しっかり対応していきました。そのハオシュライのサービスです。 4-6 になっています。うん、同じような形で今度はコース変えてきました。これで 5-6 です。2本目レッドネットにかかっていきます。巻き込みがありますからね、うん、とネット越えていきません。追いつきましたハオシュライです。今なってさあ来ました。さあ5番目です。皆さん準備よし、よろしくお願いします。ハオシュライもちょっとこのゲーム序盤はアリノブペースかなというような感じでゲーム進んでいたんですが、うん、まあ追いついたんですけれども、そのアリノブペースで進んでいる時も乱れるというようなことが本当にありません。この2日間です。本当に昨日の練習の時ぐらいですものね、ちょっとそういうのが出てたのはね、はい、どれ？オーバー、逆転しました。4連続ポイントです。タイムアウトですかね。これでそうですね、琉球がタイムアウトをこれ取りました。まあ、このタイムアウトはタイミングとしてはもういいでしょうね、これね。そうですね。まあ、流れとしてはアリノブのペースだったんですけれども、 6-3 から4連続ポイント相手に取られています。 7-6 になっています。やっぱりサーブからは比較的突破口を見つけてるんですけど、レシーブになった時にちょっと思い通りに、うんうん、はい、打たせてもらえてないですね、うん、まあ、ただアリノブとしては攻め方としてはもう先ほどから橋津さんからお話しいただいているような流れは、まあ、変えない、ただ戦術はちょこちょこ変化しながらというのは変わらずといいんでしょうね。そうですね、はい、はい、もう的を絞らせないように。なるほど、はいはい、レシーブバックで取るときも必要だし、うん、フォアで長くしていくときも必要だし、はいはい、まあ、その辺をこういろいろ変えながら、はいはい、あの同じことやってうまくいってもすぐ対応されてしまうんで、うん、はい、対応されたらまた次の戦術に変更させていくべきだと思います。 6-7 アリノブの2本目からゲームが再開です。ネット越えていきません。これは見事です。追いつきました。セブンいいですね。この下回転切ってるの、はい、効いてますね。これ3本取ってますね。この形ではずっと取ってますもんね、はいはい、サービスで取ってますからいいですね。さあ問題はこのアリノブとしてはハオシュライのサービスの時にどう攻めていくか。バックからフォアに持っていきたいんですけれども、なかなか操作していないのがハオシュライのサービスです。ハオシュライの1本目ポイント今セブンオールになっています。チキータ行きたいですね、はい、このレシーブでチキータがアリノブ出せるかどうかですが、うん、短いところに出してきますね。ハオシュライご覧ください。そうなんですね、結局ハオシュライに勝ってる選手ってチキータ
いける選手なんですよね。うん、まあ、逆にハオシュアイが出させてないという形でしょうね。ここ昨日も今日もそうですが、8-7 2本目ネット越えません。これで8オールになりました。まあ、今の場面なんかでもハオシュアイがちょっとカーッとなりそうな雰囲気の場面なんですけど、今も自分のミスもスーッと落ち着いて戻りましたもんね。うわ、これは見事です。これでアリノムが再びリードになりました。 9-8 ご覧ください。あの厳しいレシーブなんですけどね、はい、もうこれでいいと思います。はい、そのハオシャイの厳しいレシーブもやはりそこはちょっともう負荷をかけて出ていくというのは大事ということですよね。はい、アリノブの2本目。あ、しかしその厳しいところに来ますと連続ポイントを与えないというのが今のハオシャイの今日のパターンです。ナインオール追いつきました。そしてハオシャイのサービス2本に続きます。非常に落ち着いているハオシュアイです。ナインオール1本目、これはよく倒しましたハオシュアイです。チキータ出してきたんですけどもね、今巻き込みでしたね今。はい、チキータ出してるように見えたんですが、チキータ出てなかったですね、はい、今ね、はい、ちょっと後ろから見ていたんでちょっとひねってるように見えたんですが、さあハオシュアイはマッチポイントになります。 10-9 2本目、今日は比較的ハオシュアイはサービスに時間をかけています。あ、厳しいところに最後出しまして一気に決めましたハオシュアイです。第3ゲーム11-9、ゲームカウント3-0、ストレートでハオシュアイがアリノブに勝利を収めました。最後2本連続巻き込みでしたね。はい、やっぱり最後に抜けてましたね。はい、これで岡山リベッツマッチカウント2-0でリードでこれからハーフタイムへと入ります。いやー、このハオシュアイがちょっと充実してきましたね。そうですね、まあ、もともとね、その今シーズンこれで今日勝ったので11勝2敗なんで、もともと充実はしてるんですけども、ちょっと精神的な充実度が出てくるとちょっとこれ手つけられなくなってきそうな感じですよね。ちょっと隙がなかったです ですね。やっぱりあの本当中国のワンリチンワンハオマリン世代、その時の中国代表ですからね。そうですね、やっぱり実力は本物ですね。やっぱり、まあ、もう年齢はね、もう間もなく40ところまで来ているんですけれども、はい、プレーに関してはここの野島 T リーグで見る限りは相当充実してきて、上に精神的に充実度してくるとやっぱちょっとなかなか岡山リベッツとしてはものすごい力になります。他チームにとっては本当に怖い存在というになりますよね。そうで、サーブがいいので、はい、そうですね、はい、結局ハオシュアイ選手が負けてる時っていうのはそのチキータされてる時なんですよね。そうですね、はいはい、でやっぱり相手のチキータを封じていくと、やっぱり3球目の打球点も高いですし、はい、バックも手堅いし、こうね、相手の嫌なところにしっかり詰めていけるし、はいはい、この技術力の高さは素晴らしいです。ですね、なかなか日本人選手ではそう簡単には勝たせてもらえないですね。はい、さあ、それではですね、第1マッチ VTR で振り返りたいと思います。さあ、もう大重量だった第1マッチダブルス、イサンス森友組が張本木造り組合を下したというゲームでした。あの張本選手、今乗りに乗ってるので、そのまま行く勝つのかなと思ってたんですけど、はい、
やっぱり森薗選手とこのイーサンスダブルスのもうスペシャリスト同士が組んでやっぱりラリー戦は圧倒してましたね。そうですね、うん、今のただ森薗のこのチキータなんかもうすごいんですが、やっぱり、はい、森薗選手やっぱりこう充実してますね。そうですね、はい、うん、こう気力にしても、うん、そうですね、はい、戦術にしてもやっぱりサーブレシーブチキータ、もうここのあとチキータを対応するところの駆け引きがやっぱりこの勝負って重要だったんですけど、うん、はいはい、そこイーサンスも迷わずここチキータ行きましたからね。このチキータ効いてましたねこれね。だから2ゲーム目に1ゲーム目に1本、はい、3ゲーム目に1本いった以外はいってないですからね、はい、そうなんですよ。ただその2本がものすごく効いてたんですよね、はいはい、もう勝負どころでそこもう待ってましたからね、はいはい、素晴らしかったです。第1マッチまず岡山リベッツが取っての第2マッチハオシュアイとアリノブのこのシングル戦、アリノブがまあいいところも出てたんですけれども、そうですね、うん、やっぱりアリノブのフォアハンド打たせたら厄介だっていうのはね、ハオシュアイももう分かってるので、はいはい、そこをなんていうんですかね、もう封じた、うん、はい、決して派手な、ラリーとかっていうのはハオシュアイ選手の方はなくて、そんなになかったですね、はいはい、逆にアリノブの方が振り回してたんですけど、うん、もう終わってみれば30シャットアウト、はいはい、そういった展開でしたね、うん、今のようにアリノブの一つのパターンも出てはいたんですが、でやっぱり3ゲーム目の最後2本巻き込みきっちり出して、ここ最後ですね、はいはい、ここもそうなんですが、これが3ゲーム目その最後の2本目の場面だったんですけども、最後のボールも回転分かってなかったですからね、うん、そうですね、はい、ということでマッチカウント2対0で、ハーフタイムに入っております。岡山リベッツリードです。今シーズンの野島 T リーグ 2022-2023 シーズン、レギュラーシーズンは来年の2月26日まで、まあ、このあと1月の頭まで、ゲームが進んでいきます。その後全日本休みがあった後また2月に、進んでいくという形になります。まあ、この男子の方は1月の全日本休みの段階でどういう順位になっているかというのがちょっと見えない今日のここまでの流れです。女子は2位3位チームのプレーオフファイナルが、セミファイナルがありまして、女子はそのプレーオフセミファイナルの勝者と1位、それから男子はレギュラーシーズンの1位2位がそれぞれプレーオフファイナルを戦うということになっております。女子はちょうど今今日裏で、日生と京都がゲームを行っておりますが、どういった戦いに今なっているんでしょうか。ご覧のような野島 T リーグ今シーズンの参加チーム、男子はファーストシーズンから変わらずの4チームということになっております。それから、マッチインタイムレギュレーション、こちらご紹介しましょう。審判がカウンターをセットしてから60秒以内にコートの中に入場しなければいけないというルールが野島 T リーグにはあります。まあ、ちょこちょここのマッチインタイムレギュレーション、採用されてポイントを取られていることがあるんですけれども、まあ昨日橋さんもお話ありましたが、やっぱり選手には何かやっぱりコーチとしては監督としては何か伝えたいし、いっぱい伝えたいけども時間がやっぱり欲しいわけですよね、はい、僕はちょっと冗談で時間を、冗談ですよ、はい、時間をお金で買ってタイムアウトをもう一回取りたいっていう冗談を、はい、言ったら早速反響がありまして、あ、そうなんですか、はい、はい、失言でした、すいません。はい、今多分ね、白髪監督それからチャン監督からこれから第3マッチ行われますけれども、まだ今ね第3マッチこれからイサンスが岡山に別に出てまいりますが、ハオシュアイからもかなり今ねメッセージを送って、いまして、森殿がそれを見つめているという感じになっておりますが、これからこの第3マッチ吉村真春とのゲームということになります。杉本博俊さん、それから松浦はじめさんがこの試合、審判として裁くということになっております。
まだその60秒はカウントされていないのかなと思いますが、吉村真晴が今まだコートの後ろの方で今チャン和弘監督と今アドバイスを受けているということになります。なんか7年ぐらい前にイーサンスと真晴対戦してあります、はいはい、その時は真晴が 4-1 で勝ってですね、はいはい、ザグレブオープンですね、この時 4-1 で、はい、なんか準決勝ですよね、はい、当たっていましたが、その時はイーサンスが、敗れていると、吉村真晴選手が4-1で勝利を収めているということなんですが、まあ、おそらくそれ以来の対戦ということになると思います。だからもう7年前だったらさすがにもう初見に近いのかなという気もしますし、うん、はいはい、僕個人的には若干マハルニブがあるのかなと、あ、そうですか、はいはい、予想はしてるのですが、はいはい、ちょっとやってみないとわからないですね、うん。吉村真晴は今シーズンはここまでシングルスものすごく充実しておりまして9勝2敗という成績を収めています。まあ今シーズン本当に手がつけられないような試合がいくつかあるというぐらいの吉村真晴の好調ぶりの野島 T リーグでの成績、T リーグランクは星3つ、世界ランクは今125位ということになっております。もともとは五輪のメダリストという吉村真晴です。一方のイサンス、昨日のシングルス勝ちまして今シーズンは2勝1敗ということで、今シーズン途中から岡山リベッツに加わりました。世界ランク今25位、ファーストシーズン、野島 T リーグ岡山リベッツに入っていました。この時は5勝7敗でした。それからサードシーズンも、所属はしていたんですが、コロナなどもありまして結局、ゲームには出なかったという形になっております。吉村真晴は現在今シーズン9勝2敗、セカンドシーズンからこの琉球アスリータに所属している吉村真晴です。昨日のイーサンスの試合見ても曽根もかなり勢いがあったので、はい、もう曽根君が勝っちゃうんじゃないかなと思ってたんですけど、はい、本当に試合巧者、今までこうイサンスってこう一撃系卓球みたいな、そうですね、はい、そんなイメージだったんですけど、やっぱりこう戦術的に台の中もうまく、はい、ブロッキングもかなり次のチャンスボール作ってたりして、はい、ちょっと以前のイメージと少し、うん、そうですね、はい、変わってきているんですけど、はいはい、以前としてパワーは今でもやっぱり体幹しっかりしてますし、ゲーム前に見てると太ももの筋肉がすごいですよね、イサンス。半端ないですね。ですよね。ご覧ください、この太ももです。もう競輪選手みたいな太ももしてますけれども、まずはイサンスのポイントです。少々動かされても体幹が本当にイサンスはしっかりしているので乱れないんですけれども、まずはイサンス連続ポイントでゲームが始まっています。今度はただ充実吉村真晴です。1本目吉村真晴のポイントになります。これラリーに持ち込むと吉村の方が有利でしょうか。そうですね、バックの技術がかなり安定してきているので、はい、これはオーバーしました。まあそれとあとこう真晴のサーブにこう引っかかり出したら、ああそうですね、はい、はい、5ゲームの間ではもう最後まで効き続けますんで、うん、本来は吉村真晴はサービスからの速攻というパターンがありますから、このパターンの方がいいんでしょうけども、今のところはあとバックバックにな、右でバックバックになって、はい、マハルが相手の先にフォアに回す。先ほどそのパターンでしたね。はい、これ結構打球点が高くて、はい、なかなか対応できないですよ。はい、はい、バックバックから右のバックバックやってて相手のフォアに飛ばして、そこからマハルの両ハンドで、うんうんうん、そこで相手を下げて、でフォアハンドをもうやる。両サイドに曲げる、カーブとシュートさせる、はいはい、そのパターンはもうかなり確立してきてますね。
吉村動きません。逆転しました。3連続ポイントでポイント今 4-3 になりました。吉村真晴です。吉村真晴も橋津さんの教え子ということになります。ラリー今度はフォアラリーになっていますが、でバックに返ってきました。見事。やっぱり充実してる感じがこのゲーム見てもしますね、これね。こう0-2とかね、こう結構追い込まれてるところってマハル強いですからね。あ、そうですね、はい。今度はイサンスのサービスです。今度はオーバーします。今度はイサンスのポイントです。4-5です。イサンスの2本目。しっかりと打ち込んできました。5ボール追いつきました。今のプレー。今度は吉村のサービスです。うん、今のはもう完全に吉村の一つの形になります。 6-5 これ吉村真晴は今でもちょこちょこ野田学園には顔を出しているんですかね。そうですね、はい、もう年に数回ですけど、はい、練習には来てますね。あ、そうですね、はい、ネット超えていきません。連続ポイント吉村真晴です。これで 7-5。もうベテランの域になってきているかと思うんですけれども、高校のその高校とか、まあ、中学高校のその生徒に対してもたまに練習に来るということなんですが、やっぱり指導もしっかりしてるんですかね、吉村選手は。練習一緒にやると、はい、やっぱり高校生は緊張しますよ。ああ、そうですか、やっぱり、はい、もっとやっぱりもう、はい、まあ言ってもメダリストですか、大物ですもんね、はい、はい、であとサーブが取れないので、あ、はいはい、はい、もう1回下と上取り間違えちゃうと、はい、もうその印象が最後まで残っちゃうんですね。はあ、もうこれが心理ですからね。なるほどね、はい、はあ、やっぱり怖いのは、結局その、分からない上回転系が怖いわけじゃないですか、うんうんうん、はい、それがやっぱり例えば巻き込みサーブとかにしても、はい、ストップとかつっついて浮かしちゃうのが一番怖いので、はい、でも春のサーブって本当上か下かが分からないので、これですよね、これ今の。そうですよね、はい、はい、9-6。ここ一回引っかかっちゃうとそれがもう残っちゃう、はい、ということですね。記憶を消さないといけないですよね、逆に。こう試合ってやっぱりこう8オール9オール10オールに競るので、まあ、今の試合って、はい、だからその後半にどんなサーブを出すのか、後半に相手のレシーブに対してどう対応するのか、うんうんうん、はい、それをこう頭の中に記憶に残してやっておかないといけないんですけど、うん、はい、例えば先に10本取ってたのに最後4本連続で取られて負けたとか、はいはいはい、そういう、こう嫌な記憶ってのがまた残っちゃうと、うんうんうん、あの1本取っとけば今違ったのにっていう、そういうそっち側の記憶は消していかないと、はい、やっぱり卓球のメンタル競技ですからね、はい、うん、ネットにしましたが、これはイサンスポイントになります。そういう意味ではやっぱりこのマハル の, サーブっていうのは相手に与える印象、うん、はい、かなり有利に試合を展開 いけますから ね, なるほどね、はい、いつこのサーブ出てくるんじゃないか、出てくるんじゃないかと思ってたらまたそれを使わなかったりとか、はい、さあその吉村のサービス1本目オーバーしました。吉村が取りました。もう今のもあえていかないですからね。そうですね、はい、ご覧ください、はい、
あそうなるほどね、はいはい、そのちょっと僕も今うまく説明できなかったかもしれないんですけど、いやいやでもだ見たい VTR 見るとそのなんとなく感覚としては出てないっていうのがね、はいはい、アップダウン行く、うん、来るんじゃないか、相手としてはこのアップダウンで上来るか下来るか、はい、どっちだどっちだって待ってたら違うサーブが来るっていうのは、これもまた嫌ですからね。そうでしょうね。やっぱりあのサーブは1球目攻撃ですからね。最初のやっぱり攻撃ですからね、はい、うん、やっぱサーブ3球目って言うけども、その前のまず1球目はもうそこで攻撃をやっぱりしているという吉村真晴は、まあ、特にそういった作曲をやっているということになるわけですが、まあまあ、ちょっと今のゲームはね、ちょっとイサンスちょっとサービスミスなんかもありましたけれども、だから今僕数えてなかったんですけど、何本サービスエースがあったのかなと思って、エースはちょっと僕も数えてなかったんですけど、多分 4,5 本あったように、特に終盤ですよね、はい、4本かな、4本ぐらいはあったと思いますね。後半特にハマってましたね。11本のうち4本サービスやったら楽ですからね。そうでしょうね、はい、さあ今度はその吉村のサービスから第2ゲーム始まります。うん、まず1本目取りました吉村です。今のも甘くなってますからね、レシーブ。そうですね、うん、2本目ワンラブ、これは読んでた感じです。完全に今のは待ってましたイサンス。まあ、うん、毎回読めればイサンスももうちょっと楽なんでしょうけども、やっぱりそれが読めないのが難しいところだと思います。吉村のサービス、今度はイサンスのサービスです。ネットからオーバー、やっぱり7年8年前の試合だとやっぱりこれはほぼ初見に近い感覚でしょうね、お互いにね。オーバー、連続ポイント吉村真晴です。相手のサービスでポイントに連続ポイントです。もう真晴もあのこの T リーグの戦い方を分かってますからね。まあそうですね、まあ、あの、うん、ファーストシーズンからフル参戦ですので、うん、オーバーしました。ファーストシーズンだけ吉村真晴は TT 埼玉にいましたが、あとはずっとこの琉球アスティーダに所属しています。まあ、優勝もこの琉球アスティーダでは経験している吉村真晴です。これはネット越えていく、来ませんで3オールです。イサンスとしてはやっぱりイメージ通りの卓球はできてない表情でしたね、今のはね。そのイサンスのサービスです。3オール、なオーバー、ポイントは吉村真晴です。うん、滑りましたがオーバーしました。ポイントは吉村です。 5-3 になっています。あ、5-3 ですね、5-3です、はい、今度は吉村真晴のサービスです。ちょっとエッジでしたが、完全に今吉村のパターンに入っていました。ご覧いただきましょう。2本目オーバー、いや当たってましたかね、今4-6になりましたか、ご覧ください。それでちょっと当たってなかった、オーバーしたんですよ ね、 ーーすね、はい、それで4-6です。イサンスのサービスです。ネットにかかっています、やり直しです。
ントからオーバー。やっぱりあのイーサンス選手バックハンドをあのコンパクトに速いボールを出せるので、そうですね、はい、やっぱりあの速いボール出すイコール大きく振るっていうのがあの大きなスイングでないとボール早く出にくいんですけど、バックハンドイーサンス選手コンパクトに速く出せるので、前で速いボールを出せる、はい、やっぱりこれはあの有利ですよね。そうですね、追いつきました。6オールになっています。3連続ポイントというかポイント経過が1点1点、その後2連続ポイント2連続ポイント、その後3連続ポイント3連続ポイントという経過に今なっている第2ゲームです。吉村真晴の1本目、これでイサンスが逆転です。4連続ポイントで 6-7 です。ご覧ください。イサンスとしてはこの吉村真晴のサービスが読めると展開としては少し楽なんでしょうかね。そうですね、かなり誓ってくると、うん、ただ今度はオーバー。まあ、嫌な方が残像として残るというのは、うんうん、なかなかちょっとそれを残らないようにするというのは難しいんでしょうね、やっぱりね。そうですね、うん、今度はイサンスポイントになります。まあ、本当にメンタルスポーツがそういったところも含めてってことですよね。そうですね、うん、はい、記憶に残すこと、記憶から消し去ること、はい、2本目、まあ、これはオーバーです。8オール、追いつきました吉村真晴です。かなり厳しいところまでチキータで回り込みましたね。そうですね、はい、8オール、追いついた吉村真晴、そしてサービス2本です。今バックサイド回り込みましたけど、本当今の卓球って、はい、あのバックサイドをフォアで回り込む回数よりフォアサイドをバックで回り込む回数の方が多いかもしれないですよね。あー、なるほどね、うん、はい、フォアサイドをバックで回る、はい、確かに、うん、プレーの印象だとそういう印象がやっぱり多いですね。やっぱりね、我々が元気の頃って、はい、もう 何十年前の話になっちゃうんですけどあのフォアサイドをバックで回り込むなんか考えられませんでしたからね。あ、今それがそっちの方が多いんじゃないかっていう、うん、はい、ネットインからオーバーしました。ポイントはイーサンスです。まあ、それだけ動きがやっぱり以前よりも、まあ、世界中的にそうなんでしょうけど、動きが速くなっているということなんですよね。9点、イーサンス2本目。いや、これは吉村真晴。さすがでしたね、今のは。厳しいところミドルに打ち込んでいきました。全く対応できませんでした。ご覧ください。僕今ここその前のポイントで3連続8オールから、はい、7、8巻きから3連続取って点8になって点9取られたときタイムアウト取るのかなと一瞬思った。あ、そうだったんですね、はい、はい、なんですけど全くそんな素振りは見せずに、ね、はい、あの、うん、最後レシーブ迷わず決めに行きましたね、うん、はい、はい、まあ、その辺はですから取らずしてもという感じだったんでしょうね、本人としても。もうあの迷いはなかったんでしょうね。ということなんですね、はい、はい、はい、こう精神的にブレてないので、はい、はい、勝負に行ったんだと思います。ゲームカウント2対0リードでこれから第3ゲームに移っていきます。第3マッチのイサンス対吉村真晴、吉村真晴がリードしています。ご覧のように非常に充実した、まあ、表情からもかなり充実している表情が見えて取れる吉村真晴です。今シーズン絶好調と言っていいでしょう。ここまで9勝2敗のシングルスの成績です。サードゲーム E2 サーブラボー
まあ、サードシーズンでシングルス14勝4敗という時があって、この時も充実してたんですけども、印象としてはその時よりもちょっと1枚か2枚ぐらい上という今イメージがあります。吉村真晴の今シーズンです。イサンスからです。オーバー。まずはポイントはイサンスからです。これイサンスとしては逆に攻めてはどうあったらいいと思いますか。そうですね、ラブツー、やっぱりとにかく先手を取って先に攻めて、はい、マハルを下げたいですよね。あ、なるほどね、卓球台から、はい、マハルが下がってないですもんね。ほぼ下がらないですね、はい、ちょっとラリーで1回下がったのがあったぐらいで、ほぼ、台のそばでイサンス下げられてますね。下げられてますよね、はい、長いサーブ使うとか、逆にもうレシーブつっつき入れたり、はい、台の中の勝負に持ち込まないで、うんうん、はい、やっぱりイージーサンスのこうストロングポイントってもうパワー、威力、はいはいはい、フットワーク、うん、このあたりなので、うん、そこを、あ、そうですね、こういう展開ですね。イージーサンス的にはこの展開ですが、はい、今ちょっとミスしてしまいました、はいはいはい、にするためには、はい、やっぱりサーブレシーブ長くして、うん、はい、タイムアウト、マハルを下げたいですよね、はい、さあここで岡山リミッツ、はい、これで今岡山タイムアウトを取りました。まあ、ちょっと今のミスもあったからだと思いますが、はい、まあ、ただその今のプレーなんかは逆に下げられてたところで、自分をね、吉村正尚を今下げてたところをちょっとミスってしまったので、まあ、タイムアウト取ったのかもしれませんが、まあ、そうですね、もう連続失点を断ち切りたいですよね。そうでしょうね、はい、はい、やっぱり卓球っていう競技はやっぱりね、まあまあ卓球に限らずですけど、やっぱり流れってありますので、そうですね、はい、はい、まあ、その流れを断ち切るための戦術なのか、心理的な揺さぶりなのか、うん、はい、まあ、ちょうど今サッカーワールドカップやってて、まあ、今日ね日本戦ゲームあるんですけど、この間ドイツに勝ったゲームは逆にドイツにずっと押されてたんですけども、もうカウンターでポンと決めて、その後は逆にパンカウンターでね行くところがあったかなと思ったんですけど、結局ドイツに先に先制取られたんですけど、その後日本が逆に自分らのベースにしてましたものね。ここでタイムアウト、しっかり効果があったがポイント取りました。まあ、やっぱり流れは、まあ、本当にこういったゲームは流れかなり大事ですもんね。そうですね、タイムアウトも、でも結局なんか結果論なようなそうなんです気もするんですけどね。はい、はい、まあ、追いついた3オールです。今度は吉村真晴のサービスに変わります。あ、これはしっかりとイーサンスが対応していきました。そうですね、なんか森薗選手がベンチで多分レシーブ、レシーブフォアでいけみたいな、なんかそんな素振りはちょっと見せてましたよね、うん、これはオーバーです。フォールです。吉村真晴のペースというような感じのゲーム全体にはなっていますが、ここは4オールです。イーサンスのサービス1本目、5-4です。タイムアウト後から少しイーサンスがペースを作っているかという感じですね。そうですね、ちょっと思い切っていけてますよね、はい。まあ、それまでこのイサンス そのいわゆる先ほどから橋田さんからもありましたけども、そのパワーが出るというような場面があんまりないですもんね。今日やっぱり開き直るって結構大切なんですよね。
どうしても勝ちを意識すると慎重になって、うん、はい、思い切りが悪くなると、はい、昨日の曽根戦でも割と曽根に押されている感じかなと思ったんですけど、開き直ってポンポンと点を取って、そこから自分のペースにしちゃいましたもんね。そうですね、はい、8-4 にまで持ってきました。ご覧ください。粘りたいです、まあ、皆さんの声援出るよして、どう出てきてもとりあえずしっかり返していこうというような感じのレシーブになってくるとっていうところもあるんでしょうかね。まあ、あの流れを変えたいいタイムアウトでしたね、うん、まあ、しかし今のは一発で決めていきました吉村です。ポイント8-5、4連続ポイントで取りました。あ、今のも一回こうバックサイドに逆モーション入れてますよね。あ、2本目ネット越えません。8-6になりました。一旦イサンスに流れが向きかけましたが、相手のサービスを2本取っての吉村のサービスです。 6-8。聞いてました。6-9、ご覧ください、うん、サーブだいぶ見切ってきましたね。そんな感じですね、はい、はい、オーバー9-7。ボールの弾道で判断してるんでしょうね。あ、当たったところばっかり集中して見ちゃうと迷っちゃうんで、そういうことなんでしょうね、はい、出てからのボールの跳ね方、うん、そこで対応してると思います、はい、ネット越えていきません。ポイントはイサンスでゲームポイントになります。ご覧ください、さあイサンスサービス2本目ゲームポイントです。最後はオーバーしていきまして、ポイントはイーサンスです。第3ゲームはイーサンスが取りました。11-7。あのタイムアウトの後からちょっと動き変わりましたね。そうですね、はい、はい、いいタイムアウトで流れ変わりましたね、うん、そこから、はい、これでゲームカウント2対1で第4ゲームへと進んでいきます。さあこれで吉村真晴がこの後どうしていくかなんですけれども、橋津さんはどう読まれますでしょうか。サーブバック前に発、やっぱりフォア前甘くなったら結構鋭いレシーブが来ているので、はい、バック前にちょっとアップダウンいっているの で、うん、でそこを対応されてきているので、もう1回フォア前、はいはい、そこをしっかり逆にバックサイド反面にロングサーブとか、はい、そういう部分とフォア前とバックロングみたいな、はい、そういう組み合わせを入れて、うん、はい、フォースゲーム、もう一度自分のサーブの印象を悪い印象を向こうに植え付けたいですね、ですね、はい、さあ今度はその吉村真晴からのサービスです。第4ゲームオーバー、まずは吉村真晴のポイント、はい、これでいいと思います、はい、ご覧ください。これがもう1本続けるかどうか、2本目、はい、オーバー、連続ポイント、ラッキー、これが印象に残るとイーサンスとしてはちょっと部が悪いという感じになって、逆に吉村のパターンにはまっていくんですけれども、さあどうなっていくか、まずここはイーサンス2本取っておきたいところです。
まず吉村3連続ポイントになりました。あの3ゲーム目マハルが結構フォア前チキータばっかりで行きすぎて、はい、打ち合いのラリーの展開になってイーサンス思い切ってきたんでもう1回台の中ストップしたり、はい、あの前についたところからの勝負でもいいかもしれないですね、はい、上回転の打ち合いになったらやっぱりイーサンス選手パワーありますからね。だから台の中のことをちょっと入れて、はいはい、ネット越えません。そうですね、サービスとしてはどうやらこのパターンは吉村真晴はこのそうですね、またあの上回転オーバーミスして下回転ネットミスしてるから、はい、まあ嫌な印象はかなり与えてますね。植え付けたんじゃないかな、今度はもう全く対応できずです。今のも下回転を上回転で伸びてくると思って、はい、空振りですからね、うん、もう上回転と読んでて下回転だったっていう、はい、これが一番怖いんですよね。イーサン、はい、サンスのサービスに変わります。ポイント 1-5 です。あー、ここでサービスミス、今日2回目のサービスミスです。台上展開、うん、オーバーしました。そうですね、まあ、マハルとしてはもうここの小さい展開からの方がいいですね、はい。今度は吉村真晴のサービスです。あ、これはネット越えていきませんでした。今のポイントです。チキータで返していきました。早いですね、イーサンスのでもチキータ返しは。今のはでもサービス読めてた感じですね。そうですね、判断できてましたね、はい、2本目今度はフォアオーバー。2-8、今のは吉村真晴のパターンに入っています、うん、ラケットのちょっと先っぽのような形になっていました今のプレーです。今度は吉村真晴からイーサンスのサービスへと変わります。お、素晴らしいですね、はい、見事ですね。台からだいぶ離されましたがすごいチキータです。3-8、2本目。今度は9-3。吉村が謝ってますけれども、これ当たるまでにこうこれ、なんだっけ、フラフラフリック、ラケットをフラフラさしといて、はい、どっちに来るか読ませない、フラフラフリックっていう、うん、さあ吉村マッチポイントまで来ました。 10-3 です。あー、オーバーしました。今度はイーサンスのポイントです。 10-4 で今度はイーサンスのサービスに変わります。ネットにかかっていました。やり直しです。あ、オーバーしまして、あ、オーバーで入ったんですね、はい、失礼しました。フォア前フリックうまいですね、はい、ご覧ください、はい、あ、入ってますね、はい、なかなかフォア前フリックで強打って難しいんですけどね。タイムアウトですね、ここは。ここでイーサンスが3連続ポイントで吉村マッハルのタイムアウトです。ここで琉球アスティーザータイムアウトです。さあ、うまく返してきましたよ、粘って粘って、この第4ゲームを壊すことがない。
まあ、これは戦術確認ですかね。そうですね、あと1ポイント、まあ、あとはもう、はい、あと1ポイントなので流れを、はい、勝ち切ることと、はいはい、サーブ考えることと、はいはい、その次の準備とサービス2本が、まあ、吉村真晴この後のプレーということになります。ご覧のように琉球アスティーダ、まあ、今シーズンは張本が入ってきました。吉村真晴はもうこの琉球アスティーダセカンドシーズンからいてこのチームの一人の顔としてずっと活躍していますが、ご覧のように今日はアウェー岡山のゲームなんですけれども、琉球アスティーダの選手にも声援が送られています。お仕事が琉球に集まってるんですね。83のそうですね、はいはい、偶然ですのであそうなんですね、はい、いつもなんかその、はい、あの聞かれるんですね、83さん聞かれるんですけど、はい、本当偶然偶然、はいね、岸川は埼玉ですし、はい、そうですね、はいはい、まあ、吉村和弘選手今年は、ね、琉球ですけども去年は岡山でしたし、はい、その前まで琉球行ったり来たりですもんね。そうそうそう、はい、さあ吉村真晴のサービスです。1本目、ここはしかしイーサンスしっかり対応していきました。4連続ポイントです。イーサンス、まあ、イーサンスも戦術確認ここしているでしょうからしっかりと対応してきています。真晴としてはこのサーブで決めたいところですよね、はい、2本目よく対応しますがオーバーで決めました。吉村真晴です。ここで決めたいという橋さんのお話あったらしっかりと決めていきました。ご覧ください、取りましたね、はい、サーブこれ聞いてたんですけどね、うん、ネット引っかかってたから、はいはい、最後ナイスプレーです。そうですね、はい、よく取りました。吉村真晴が第3マッチ取りました。ゲームカウント3対1です。これでマッチカウント2対1、岡山リベッツリードで第4マッチへと進んでいきます。まあ、吉村真晴今シーズン、絶好調というところなんですが、今日のゲームでもしっかりと現れたというような形になったかと思われます。さあこれで、マッチカウント2対1、岡山リベッツリードで第4マッチへと進んでいきます。岡山リベッツ、張本がいますからね。そうなんですよね、ここは琉球としてはしっかりと取っていきたいところ。相手は岡山リベッツ、今日は高見正輝が登場ということになります。初出場です。高見正輝は今シーズン、うん、まあ、登録されたのがもう、つい5日ほど前、11月22日に岡山リベッツ登録でしたので、今シーズン 初めての出場ということになります。このゲーム主審は松浦はじめさん、副審藤井進さんで、ゲームを行われます。岡山リベッツ今シーズン、まあ、途中から加わった高見正輝です。昨シーズンは琉球におりました。でその後セカンドシーズンとサードシーズンは TT 埼玉に所属していたという高見正輝、今日はもう早い段階からウォーミングアップを行っていました。この高見正輝です。一方今シーズンから琉球にやってきました張本智和、今日は第1マッチのダブルスに登場しまして、そこは敗れましたが今シーズン、T リーグ6勝1敗世界ライク2位まで上がってまいりました。もう日本を代表する選手なんですけれども、もうあの世界チャンピオンになってほしいですね、早く。まあここまで来ると本当にそういったところまでというふうに見られるところもあるでしょうし、まあ、ご自身も目指しているでしょうし、まあ世界ランク2位まで上がって、日本で、ね、ゲームをするのは今日が最初、まあ、ちょっとダブルスは落としましたけれども、このシングルスどういった戦いを見せてくれるでしょうか。ティーリングランクは一番上の星5つということになります。高見はティーリングランクは星1つ、世界ランクは今ランクはついておりません。この両選手、全日本それから T リーグとほぼ対戦はありません、ので高見 VS 張本、おそらく初めてではないかと思います。張本のサービスからゲームが始まります。第1ゲームです。まずは張本のポイントです。
2本目だいぶ張本の気持ちが入っています。まず2ラブです。こう簡単に出しているようですごい回転量ですからね。今度は高見のサービスです。1本目これは高見しっかりと決めていきました。ワンツー。今シーズン野島 T リーグ初戦のゲームということになります。高見正樹です。連続ポイント高見です。2オールになりました。高見としてはこの張本のまずサービスを1本でもレシーブしたいところですがどうでしょうか。つい先日も日本リーグの試合、はい、やっぱりこなしているので、うん、やっぱこう試合感はいいですよね、うん、はい、オーバー。ここは高見が追いつきました。もうあの高見としてはもうあのこうなんていうんですかね、もう思い切ってやるだけですから ね、まあ、そうですね。あのもう失うものはないんで、うん、はい、そういう意味ではあのもう、まあ、多分気持ちはチャレンジャーになってぶつかっていってるんじゃないかなと思います、うん、はい、うん、ここはさあ高見がリードになります。まあ張本もこの前の全農カップ選考会優勝、その後またアジアカップで優勝という形で、そして今日帰ってきてという形なんで、まあものすごいスケジュールですよね今ね。そうですね、はい、もうハードですね、うん、野島 T リーグその間にもしっかりとゲームにも出てますので相当ハードなんですが、うん、しっかりとコース変えて打ち込んでこれでまた逆転です。でも本当にあの練習もよくするんですよね、うん、みたいですね張本ってね、はいはい、もう本当にあの若い選手の見本ですよね。あ、もうあの張本選手がなんて言うんだろう、日本の特に若手の卓球スタイルを変えた、はい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 、うん、みんなこうなんていうんですかね、こう張本化してる、うんうんうん、まあ、そういう表現がいいのかどうか分かりませんけど、うん、このラリー、うん、ここはオーバーです。もちろんパワーもあるし、はい、前陣でこうピッチも速いので、はいはい、あの相手にも与える時間もないし、うん、そうですね、はい、はい、そういう意味ではあの前で強いボールを打つもう当たり前のことなんですけど、うん、あの、うん、これを徹底してますね。そうですよね、はい、まあ、ちょっと今のは出てこなかったんですけどチキータの、うん、前から出された時のチキータの、うん、めちゃくちゃ速いじゃないですか張本の。もうめちゃくちゃ速いですね。速いですよね本当に、はい、だからよくあの張本選手のどこが強いんですかとかっていうことを時々質問とか聞かれたりするんですよね、はい、もうあの全部もう全部です、はい、まあ世界ランク2位ですからね、はい、もう早く世界チャンピオンになってほしいですね。うん、まあ、でもやっぱり2位になるということはそういうことだと思いますし、はい、やっぱり若い選手が張本化するというね、橋井さん先ほど話、はい、お話ありましたけども、さあ世界ランク2位の選手ですからやっぱここ目標にしますよねやっぱりね、うんうん、だからあのまあ卒業したんですけど高校はね、はい、戸上、僕戸上のベンチに入ってて、はいはい、そうですね、戸上選手もあの、うん、走る選手の教え子ですけども、で、はい、まあ、今年は T リーグ所属してないんですけど、もう張本とやるときはもう前につくなって言いますよ。前について前対前でやると、はい、もう厳しいので、はい、もうちょっと距離を下げても、うん、もう逆にあの張本選手絶対下がらないんで、そうですね、うん、前々だったら苦しくなるから、はい、ちょっと距離を取っても思いっきり
振り切ってこいと、うんうんうん、もうそれしか戦術がないんですね。あ、まあ、そうなると今度張本がブロック守備的な展開になるから、うんうん、そこが突破口にもなるんですけど、はい、まあ、そうこうしているうちに第1ゲームが張本を取りました。まあ、高いも悪くはなかったんですけども、11-6 で、まず第1ゲームは張本が取りました。いや、前半高見選手良かったです。そうですよね、はい、はい、良かったですけど、まあ、うん、もう気づいたら張本のペースになっていましたし、はい、まあ崩れないですね、やっぱ張本が相手側のペースになっても、はいはい、僕がおしゃべりしてる間に張本がペースを掴んだと、はいはい、まあ、去年のそれこそオリンピックとかその前後はちょっと相手のペースにされるとやや乱れるところがちょこちょこあったんですけれども、今年はそれがないですね、張本にはね。もう本当一回りも二回りもそれ以上強くなった、なってる感じしますね、はい、そういう印象を受けてます。うん、まあ、言ってもパリオリンピックはもう2年後、まあ、今回4年ではなくて、東京オリンピック1年延びたんで3年間隔になっているので、オリンピック、ね、日本代表はポイント制なんですけれども、まあ、それもあって T リーグも相当出てる、まあ、多分関係ないんですけど、張本さん割と前から野島 T リーグかなり試合出てますんで、まあ、でもハードですよ、この選考会も、ね、まあ、ポイント的には相当有利なんですけれども、うんうん、まずポイントまず張本になります。本当しかしこのスケジュールでこの強さで練習もしていつどこで時間を取っているのかと本当思うぐらいですけどもね。怪我、聞くところによると怪我もあんまりもうほとんどないし、はい、うん、まあ、選考会ってやっぱりあるもう競い合いの中でもちろん強くなってくるんですけど、まあ、我々というか僕も選手側の方から見れば、はい、まあ、競わされている方は大変ですよ。そうでしょうね、はい、うん、ハードですよこれは。張本の2本目、うん、かなり厳しいところ今出していきました。ポイント 3-1 になりました。まあ、張本が、ね、男子ではこの間の選考会は優勝したんですけれども、まあ、優勝候補だった伊藤美誠は途中で敗れて、まあ、自分の卓球ができてないと言って記者会見で、ね、涙したのがだいぶ印象的だったんですが、まあ、その後伊藤美誠は、ね、ちょっと取り戻しましたけれども、やっぱそれぐらいハードだということですよね、選考会も含めて。そうですね、うん、もう体力的にも、もう精神的にも、うんうん、まあ、その確かに競争の原理としてはすごいんですけどね。そうでしょうね、はい、さあ高見が連続ポイントで3オールと追いつきました。まあ、このあと1月は全日本がありますから、はい、張本も全日本もだいぶ意識してるでしょうね、これね。そうですね、うん、しばらく全日本取れてないので張本としては全日本取りたいという気持ち。そうですね、張本としては何としても全日本、ね、ポイントが本当も大きいですね、はい、今年から、うん、今年ポイント倍ですね、はい、になるんでしたっけ。そうですね、ね、次だった、次でしたですね、はい、はい、来年度からはそのポイントが他のポイントも含めてなんですが、野島 T リーグ のシングル戦もそうなんですけど、少しポイントが上がるという形になっていますが、まあ、野島 T リーグシングルス1本勝って1点なんですが、この1点が効いてくるだろうということで、野島 T リーグ今シーズンのオリンピック目指す選手は多くの選手が参戦してきているわけなんですけれども、回転量ありますね。うん、いや、すごいですね、今の見てても、回転量もすごいし、はい、突きも切れてるし、そうなんですよね、ドライブの回転量もあるし、うん、高見の2本目、
セラスリー、うん、エッジボールにはなっていましたが、もうなんかちょっとこう試合を支配している完全にそうですね、はい、はい、もうなんかここが俺の領域だぐらいの、うんうん、前陣に構えて隙が見えないですね、はい、これはネットから越えていきませんでした。今ちょうど張本がねサービス出すちょっと前までお客様の風景もご覧いただいたんですけども、もうお客さんもこの張本のプレーに集中している感じですよね。まあ、もちろんリベッツのホームでリベッツも応援なしてるんですけど、やっぱりもう張本のプレーをみんな見てますよね。そうですよね、はい、やっぱり最初の練習の時もみんなこう、うん、もう張本の練習どんな練習するんだろう、どういうどのぐらいのすごいんだろうみたいな、まあ、そういう感覚でみんな見てましたよ ね、 そうですね、事前練習の時、はい、あ、これね聞こえていきません、ね、高見が別にそのやらせてもらってないというわけではないんですけどね、この試合なんかでも。そうですね、うん、はい、自分のプレーは出そうとはしてるんですけれども、まあ、張本がその、まあ、今6-8まで来ましたが、やっぱり張本が数枚上でペースも作っているという形になっているゲームです。今のフォア反応した時も、なんですかね、難しいボールにはこう無理してミスをしないんですよね。張本ですね、結構かなり、はい、選球眼もよく、うんうんうん、冷静にこうストレートに返球して次の自分のチャンスを作るとか、はい、切れてますね。そうですね、サーブもね、やっぱり。さあ今度は高見のサービス2本です。6-10、ネットからオーバーしてきました。サービスがちょっとエッジに来ましたが、まあ、張本も返しましたがポイントは高見で7-10になっています。オーバーポイントを取りました張本です。第2ゲーム張本が取りました。11-7です。第2ゲームはハリモト選手が、まあ、もう完全にゲームを支配している張本智和です。ゲームカウント2-0。高見も、ね、第1ゲームを6点取って第2ゲームを7点取ってますので、決して自分の張本に、ま、めちゃくちゃやられているという感じのゲームではないんでしょうけれども、点数以上に、はい、多分自分がどうやって点数を取っているのかがよくわからないような、そういう印象を受けてるんじゃないですかね。それぐらい今もう会場選手の中でも圧倒されてるっていう感じなんでしょうね。やっぱりボールノータッチ、ノータッチ取られて、はい、まあ次マルチボールシステムで次にボールが来るから、うん、あれなんですけど、これ普通の試合だったらずっとボールを後ろに拾いに行かないといけないんです。そうですね、はい、はい、これって結構精神的にきついんですね。ああ、そうなんですか。それは、はい、どういうことなんですか。要はノータッチを取られ触れずに後ろに打たれて点数を取られてそのボールを拾いに行くっていうのは結構苦痛なんですよね。はい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 、これね、我々高校生の試合はそんなね一つのボールで試合することがほとんどなんで、うん、はい、はい、まず張本の、ごめんなさい、高見のポイントになりました。高見としてはもうリスク背負ってでももうギア上げて攻めていくしかないでしょうね、うん、もう、うん、無理してでも丁寧、多分ギア一つどころかもう3つか4つぐらい上げないと、うん、はい、っていうところでしょうね。丁寧に言ってもなかなかもうチャンスは見出せないと思うんですね、うん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 、もう台から下げられる一方だし、はい、
このラリー超えません。張本のポイントになります。ワンツーです。もう極端なぐらいな戦術変更してもいいと思うんですけどね。あ、なるほどね、はい、はい、うん、スリーワンです。まあ、張本のペースにしないことも含めての戦術変更ということですよね。それはそうですね、うん、4-1です。とはいえどもそれでもすぐに戻してきちゃうというか、あっさりと自分のペースにするのが今の張本ですが、ここで岡山リベツがタイムアウトを取りました。いやもうタイムアウトもちょっと遅い気もするんですけど、はい、でもリードしたのが1ゲーム目の 4-3 ぐらいしかないですね。ないです。はいはい、あとは今のサービスの1本目だけですね。はい、やっぱりずっと2点差が縮まらない、うん、ずっと、はい、やっぱりもうやってる方はきついですよね。そうですよね、はい、まあ、いろいろと森園それから白川監督と2人で、まあ、アドバイスは送っていますけれども、確かに高みの良さが出てないわけではないんですけれども、もう完全に相手に翻弄されているという、さっき僕タイムアウトもっと時間が欲しいって言ってたじゃないですか、はいはい、こういう展開になったら意外に逆に沈黙になって、あもう早めにもうなんかアドバイス戦術ないなみたいな、はい、そういう時もありますからね。なるほどね、はい、いや張本見事なサービスです。これで 5-1 になりました。ご覧ください、チキータで返していったんですけれども、今度は高めのサービスです。ネットインですが、今度はオーバーしまして、今度は張本のポイントになりました。隙がないですね。隙ないですね。6連続ポイントになっています。2本目、どういう回転をしてるんでしょうか。やっぱり今シーズン初出場で、はいはい、張本選手はきついですね。あここはしかし高めのポイントになりました、はい、もうこうやってもうね無理してでも積極的にもうノータッチを狙いに行って厳しいプレーするしかないですね、はいはい、張本の2本目です。うん、これで高め連続ポイントで 7-3 になって、今度は高めのサービスになります。いやーまた、うん、手は上げてますけれども、うん、なんか強烈なチキータ今言ってましたね。9-3まで来ました。今のプレーです。なんかもうすごく簡単に返しているように見えるんですけども、はい、はい、10-3。 さあ一気にマッチポイントまで来ました。簡単じゃないんですよでしょうね、はい、そうでしょうね、はい、簡単ではないはずなんですけどね。簡単に見えちゃうんですよね。でも、はい、プレーはものすごい持って、最後はフォアでものすごいスマッシュ決めていきました、はい、第3ゲーム11-3で取って、第4マッチは張本がゲームカウント3-0ストレートで取りました。ということでビクトリーマッチへと進んでいきます。失礼しました。第4マッチは
マッチカウント2対2、これで、第4マッチ終わって2対2でビクトリーマッチへと進んでいきます。本日の野島 T リーグ男子2022-2023シーズン、張本はもう第4マッチまで出てしまいまして、2マッチ出ましたのでビクトリーは出られません。さあこのビクトリーがどこか誰が出てくるかまもなく発表になるかと思います。あ、出ましたね、ハオシュアイと吉村真晴、はい、おー、ビクトリーマッチ開始まで今しばらくお待ちください。ハオシュアイと吉村真晴になりました。これはどう見ますか。ハオシュアイの方が部がまだ勝ってないんじゃないですかね、マハル、ハオシュアイに、はい、吉村マハル、まあでももうこれしかないでしょう、ハオシュアイ、まあ1ゲームマッチなので、はい、まもなく試合開始です。両チームの選手はコートで1本目から攻めていった方がいいですね、はい、もうお互いに。ハオシュアイは今シーズンビクトリーマッチここまで2回出て2勝0敗、吉村真晴はここまで4回ビクトリーマッチに出て4勝4敗ということになっております。ハオシュアイと吉村真晴のビクトリーマッチは10月9日のイオンモールのゲームでありましたが、この時は、ハオシュアイが勝っています。このゲームは藤井進さんが主審、そして杉本博俊さん副審でゲームが行われます。まあ、ビクトリーで一度戦いがあったハオシュアイと吉村真晴、今シーズンシングルスでは対戦がありませんので、まあ、今回が2回目ということになります。前回のその時のゲームなんですけれども、最初吉村真晴が3連続ポイントを上げて、でタイムアウトを取った後こう3連続ポイントを上げてからはどちらかというともうハオシュアイのペースになってタイムアウトを挟んだんですけれども、吉村もタイムアウトを挟んだんですけども、結局吉村真晴のドメサハオシュアイがペースを握ったまま、ポイント11対6、 11-6 で、ハオシュアイが取っているというゲームでした。あのハオシュアイがその時あのサーブ巻き込みたくさん使ったんですね。そうですね、はいはい、はい、中盤から巻き込みが最後までうまく処理できなかったっていう、うん、はい、そんな内容だったと思います、はい、ワンゲームマッチのビクトリーマッチ、ビクトリーマッチはデュースがあります。さあただ両選手とも今シーズンものすごく充実していますので、この、まあ、吉村真晴にとっては10月のリベンジもあるかもしれませんが、どんなゲームになるか。サービスはハオシュアイからです。まずはハオシュアイが最初ポイント取りました。前回のビクトリー、前回のその10月の時もハオシュアイのサービスからゲームが始まったんですが、その時は吉村真晴が、3連続ポイントを上げていました。あ、オーバーしました。ワンゴールになります。まあ、チキタ来ると思ってたでしょうね今は。さあ今度は吉村真晴のサービス2本です。1本目です、ワンゴールです。2-1、マハルとしてはフォアに飛ばしていきたいですね先に。あのバックサイドに集めて逆にフォア飛ばされる方が展開としてはちょっと悪いので、はい、ネットにかかっていました。やり直しです。ポイント 2-1、 吉村マハルのサービス2本目です。ビクトリーマッチです。これは見事です、ね、はい、今のプレーフォアに集めてポイントになりました。これで 3-1 になりました。今度はハオシュアイのサービスです。しっかりと反射をポイントを取っていきます。
私はよく反応しましたね。そうですね、今、はい、ご覧ください、はい、球足早かったですけどね。ここですね、はい、2-3 2本目、ハオシュアイです。お、本当に超えませんでしたね。はい、2-4になりました。いいレシーブでしたね。ご覧ください。はい、ここはどこでしょう。岡山ですよ。ナックルでそのまま回転残して、はい、はい、さあ今度は吉村真晴のサービス2本です。ポイント 4-2。 今度はハオシュアイのポイントになりました。ちょっとサーブ出てしまいましたね、はい、ここ台の中に収めたかったところですね、うん、2本目ネット越えていきません。追いつきました、ハオシュアイです。4オール。先ほどのイサンス戦と少し違ってやや台から離れる場面も吉村真晴このゲームは見受けられます。ハオシュアイはちょっと離れるところもあったんですが、ほぼほぼ台についてのゲームとなっています。ポイントは4オールです。ハオシュアイの1本目、ネット越えません。ハオシュアイがここでリード。チェンジ、巻き込み使ってきました ね、 そうですね。まあ、でも対応できてますからね。そうなんですよね、対応ができてないわけではないんですよね、はい、吉村真晴も前回の試合は巻き込みのサーブうまくレシーブできてませんでしたからね、はい、さあここでチェンジコートです。ハオシュアイの2本目、ポイントは 5-4 になっています。あ、見事です。追いつきました。 5-4、 あの回転判断してましたね今。はい、そうですね、なかなかあの思い切ってつつけないですよね、はい、さあ今度は吉村真晴のサービスポイント5オールです。お、サーブいきますか、うん、あ、チキータで返していきましたが、しっかりと対応した吉村真晴です。ご覧ください。判断できているけど、まあ、春もナイスですね。そうですね、6-5、再び逆転の吉村真晴、2本目オーバーしていきます。なかなか両選手ともやっぱり1ゲームマッチって怖いですね。そうですね、お互いやっぱり緊張して、うん、だ相当両選手とも集中力高いですね、これ今ね。ハオシュアイがやはり乱れるというところはこのゲームも今のところは出ていません。6オール。オーバーしていきました。ポイント吉村真晴です。あの真晴ももう判断できてますね。そうですね、はい、苦しんでないですね、うん、はい、6-7になっています。2本目ハオシュアイ、時間をかけます。これはしっかりと吉村が打ち込んでいきました。さあここで2点リードになりました。ハオシュアイ選手も巻き込み効かないんで元に戻してきましたね、はい、
ポイントはハオシュアイです。8-7。あ、これタイムアウトです。琉球アスティーダがここで琉球アスティーダがタイムアウト取ってきました。はい、サブ展開迷ってるじゃないですか。あ、ちょっとそんな表情ですね。だから今一方、チャン一方監督と友和と、はい、ベンチコーチ入ってるトンさんですか、はいはいはい、4人で今考えてます ね、 そうですね、何がいいのか、うん、まあ、マハルとしてはバックをやっぱり振っていきたいですね。バックにこう詰めてもあんまりいい展開作れてないから、うんうん、多分今まあ、仕草だけだったんですけど、はい、張本が、まあ、振ってけ振ってけっていう、はい、そういう仕草を見せたので、はいはい、さあこれでタイムアウトが終わります。ポイントは今は吉村真晴がリードしていますが、サービスは、吉村真晴です。ポイント8-7になっています。吉村真晴の2本目からということになります。ビクトリーマッチ、ワンゲームマッチ、デュースはあります。吉村真晴の2本目でゲーム再開です。オーバーしていきました。ハオシュアイのポイント追いつきました。8オールです。お互いに有効的なサーブがないまま、うん、あ、はい、さあハオシュアイ今度はどうするでしょうか。あ、ネット越えません。3連続ポイントのハオシュアイ、ご覧ください。さあハオシュアイ、ここ1本取れますとかなりチャンスが広がりますが、大事なポイントになります。 9-8 です。あ、ネット越えない。追いつきました。ここの台上の展開からはこう飛ばしたあたりはまでは倒し合い完璧でしたけど ね、はいはい、さあ9ホールになって今度は吉村真晴のサービス2本になります。なんか僕の方が緊張してきちゃいましたねさあ吉村真晴のサービス1本目、9オールです。あ、ネットインオーバー。サーブ良かったですけど ね予測できてなかったですからね。うん、ただハウスアイがポイントになりました。マッチポイントハオシュアイですが、デュースはあります。2本目、うーん、追いつきました。今のもハオシュアイは対応できませんでしたね。いいですね、2-10オール、はいはい、さあここからデュースです。次はハオシュアイのサービスです。やっぱり試合はせればせるほど面白いですね。そうですね、まあ、プレイしている方は大変だと思いますけれども見ている方は本当にプレイしている方、それから、まあ、監督さんはこれは大変でしょうね、この時は。まず切りましたね、はい、ご覧ください。いや、思い切りましたね、本当すごい、はい、マハルナイスです。はい、今度は吉村真晴のマッチポイントで、サービスは吉村真晴です。デュースは1本ずつのサービスになります。
ひねりましたか。ちょっと足ひねったでしょうか。ハオ試合です。ポイントは追いついて11オールですが、岡山タイムアウトまだ残っています。ちょっと滑りましたかね。ここひねってますね、はい、ポイントはハオ試合になりましたが、まあ、でも大丈夫そうですね。そうですかね、はい、もうすぐ出てきましたね。ちょっとこうマット引っかかるんですよね。うん、今一応ちょっと声をかけてますが、タイムアウト取られるかって言ってますけれども、取らないですね。自分で取らないような選択をしているようですね。このあたりがちょっとハオ試合がこの2日間、今までのハオ試合とちょっと違う感じですよね。まあ、ちょっとタイムアウト取りそうな感じがしたんですが、取らずに行きます。11オール、ハオ試合の今度はサービスです。少しただ時間はかけていますが、まあ、このサービス打ってなのかもしれませんが、どうでしょうか。イレブンオール、オーバーしていきました。ハオ試合ポイントしました。12-11、大丈夫そうですね。大丈夫ですね。はい、今度はただ、吉村真晴のサービスに変わります。ああ、最後ハオ試合取り切りました。最後サービスよく読み切って取り切りました。 13-11 でハオ試合が勝ちました。最後の2本、あのストップと続きだけなんですね。そうですよね、ご覧くださいこれ、はい、だからもう、はい、あの地味なら地味ではあるんですけど、この緊張感、このプレッシャーの中で確実なストップ、確実な続き、はい、はい、あのもう緊張感、プレッシャー、はい、あの本当この2日間ハオ秀愛の精神的な強さを、ね、はい、出ましたね。昨日も、はい、あのツッツキだけで、はい、ものすごいプレーを連発していましたけれども、今日も最後の2本はその形になりました。派手なプレーではないんですけどね、地味なプレーですけど、はい、こういう緊張して多分ラケット持ってる手とかボールのフリーハンド持ってる手とか、はい、手汗かいて、はい、僕が今手汗出てるぐらいですもん。そういう中であのやっぱりこういうのが確実にできる、うん、やっぱりあの元中国代表、はい、やっぱり半端ないですね。そうですね、はい、ビクトリーマッチハオ試合が取りまして、マッチカウント3-2で岡山リベッツが琉球アスティーダを下しました。まあ、ゲーム前白髪監督がこの試合勝つことも大事なんだけども、ここ勝てば、まあ、琉球との差も詰まるんだけど、それ以上にあの3位の埼玉との差が開くこともファイナルを考えると大事なので、やっぱここは取っておきたいというようなゲーム前お話しされてたんですが、ビクトリーはね、実は岡山リベッツが部があったんですけれども、ビクトリーまで進んで岡山リベッツがゲームを取るという形になりました。もう少ししたらインタビューが始まるかと思いますのでお待ちいただきたいと思いますが、今日のヒーロー選手インタビュー、それから白髪監督のインタビューと続いてまいります。岡山笠岡で連勝ということになりました。いや、岡山リベッツ、ただこれ今日庭幸喜いないんですよね、昨日今日とね。そうですね、はい、これまた庭が戻ってきたらとちょっとまた戦力アップですからね。さあ、それではどうやら準備ができたようですので、勝利選手インタビュー、森園選手が出てくるようですね、お送りしたいと思います。お願いします。さあ、皆様コートにご注目ください。これより見事勝利を飾りました岡山リベッツの勝利チームインタビューを行います。さあ、大きな拍手をお送りください。本日のヒーロー、森園正中キャプテンです。よろしくお願いします。見事なホーム連勝を飾りました。ホームの熱気、そして2階スタンドから声出し応援届いてましたでしょうか。
本当にこんなに体育館が一体化となって戦えたのが久しぶりで、もう最後のハーフの試合なんて僕もう手汗だらだらで応援するしかできなかったんですけど、もう本当にみんなの応援のおかげでこんな素晴らしい環境で卓球ができて、この時代に卓球ができているのを本当に感謝します。ありがとうございます。今日本当にチーム一丸となって掴み取った勝利だと思います。昨日に続いて森薗選手はダブルス連勝でした。勝った要因はどこにありましたでしょうか。そうですね、もともと僕もダブルスが得意ですし、李三数もダブルスすごい強いですし、まあ、ただなかなか日本でたくさん2人で練習する時間がなかったので、試合をやりながらだんだんお互いの特徴というのを掴んでいってるんですけど、まあ、試合を重ねるごとにどん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 良くなってて、今日は本当に最高の試合ができたんで、これからも李選手と組めるように僕もしっかり力つけて頑張っていきたいと思いました。試合中お二人でよく話し合ってらっしゃった、どういった内容を話し合ってらっしゃいましたか。そうですね、まあ、戦術的なところはもちろんなんですけど、まあ、それ以上に、気持ちのところ、やっぱ1点いい形で取った後なるべく守りに入らないようにとか、お互い結構なんだろうな、技術というより気持ちで卓球するタイプなんでまあそこはなんか気持ちのことをたくさん話してます。はい、手術から復帰後も変わらず活躍されてますが、現在コンディションはいかがでしょうか。そうですね、まあ、手術をしてからあんまりこう普通に練習できる時間が減ってるので、まだまだこう足首の状態っていうのは完全な状態ではないし、僕のコンディションも完全ではないんですけど、本当に、リベッツのサポーターの方たち、スタッフの方たちにいい環境を準備してもらってるんで、まあ、日頃の練習もだいぶできてきたし、まあ、少しずつ痩せても来てるんで、もうちょっと、まあ、年末に向けてもうちょっと体を絞っていいコンディションに持っていけたらなと思ってます。もう少し痩せるところが目標ですか。そうですね、目標年末までに 1.5 キロぐらい絞れるともう少し早い動きができるかな。楽しみにしています。はい、会場のファンとそして中継で応援してくれた皆さんに後半戦に向けた意気込みをお願いします。本当にそうですね、Tリーグ一戦一戦強い相手ばっかりで、苦しい試合ばかりです。僕たちの力だけでは本当に毎回勝てないんですけど、本当毎回同じようなことばっかり言ってると思うんですけど、もうこれが僕の本心です。プレーオフに向けて僕たち最高の準備と、最高の練習していくので、皆さんに最高の応援をいただいて一緒になって戦っていけたらいいと思ってます。これからも応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。これからもダイエット、そして体を絞るのを頑張ってください。ありがとうございます。森薗政孝選手でした。ありがとうございました。続いて勝利監督、白川康介監督にお話をお伺いします。監督、勝ちました。なんとか掴み取りました。おめでとうございます。ありがとうございます。まずですね、本当こんなたくさんの方今日お越しいただきありがとうございます。本当いい試合ができて本当に良かったと思います。また勝てたことが、まあ、一番良かったですね。ありがとうございます。はい、そしてこれでホームで連勝して勝ち点が21になりました。首位のアスティーダとの差が勝ち点2点、いかがでしょう、今の心境は。そうですね、やはりまあ、アスティーダさんに追いつくっていうことよりは、とにかく今日勝ってですね、すごく大事な試合だと思ってたので、今日が今日勝ってですね、なんとか3位との差を離したいなっていうのがところが正直な気持ちだったんですね。まあ、なんとしてでも勝つっていうことで、まあ、すごい接戦だったですけど、勝てて本当に良かったと思います。はい、ただ首位はもう見えてますよ。そうですね、まあ、首位とは言わないんですけど、もう一戦一戦、全力で勝ちに行くだけですので、そこだけは気を引き締めてやっていきたいなと思います。はい、さあ、そして今日は、最終戦までもつれ込んだ本当にギリギリの、まあ、しんどい戦いといえばそうでした。はい、今日の試合振り返ってチームの勝因どこにあると思いますか。そうですね、まあ、僕は宇宙で応援してるだけなのでまあ、ただですね、今日やっぱり私実はハオシュアイと年が一つ違いで、いつも中年の男っていう仲間なんですよね。はい、その中年の男でですね、本当まあ来て、すいません、これあの一人で
日本に来てあんだけ頑張ってくれる。ハオ試合に感謝しますし、まあ、今日のヒーローはハオ試合なので、ハオ試合にインタビューさせてもらいたいなと思います。ハオ試合選手、お話できますか。今ちょっとアイシング、あ、足の準備をしております。ちょっとお待ちください。ちょっとポケットが調子悪いんですよ。すいません。ポケットーク、ポケットークで分かるかな。でもまあいつも話してるんで分かると思います。はい、シャー選手大活躍でした。皆さんもう一度改めて大きな拍手を送りください。今日の試合振り返ってみていかがですか。試合はどうでした。いいですよね、チャイム。ありがとうございます。今日本当に熱い戦いを繰り広げてくださいました琉球アスティーダの監督です。其实今天的比赛我觉得其实今天的比赛我觉得双方发挥的都非常好。而且这一场张本又刚刚回来，他也贡献了两分。我们想到了这种艰难的准备。还是谢谢双方队伍，展现了一场非常精彩的比赛。お互いすごくいい試合でしたので、まあ自分たちもすごく準備して、張本選手も2点出てすごくいい活躍で、自分たちもすごく困難の準備をして最後勝ってよかったです。なんで俺やねん。さあ、ハオ選手、ハオ選手、ハオ選手、接戦を制しました。今日だったら監督何でもごちそうしてくれそうですけど、今日は何を食べましょうか。監督どうでしょう。焼肉ですよ。監督、焼肉はいかがですか。はい、連れて行きます。はい、はい。それでは監督最後にテレビ中継とそして会場で応援してくれた皆様、今日は本当に熱い応援を、あ、ハオ選手ありがとうございます。応援が届いてたかと思います。一言お願いできますか。はい、先ほどはすいませんでした。気持ちを切り替えて挨拶したいと思います。本当に今日たくさんの方に来ていただきありがとうございました。本当にどのチームもですね、本当に強くてですね、大混戦の中、一試合一試合が本当に大事になってきます。我々もですね、気を引き締めて次は来月の16日に徳島で試合があるんですが、それに向けて準備をしてですね、一戦一戦、勝ちに行きたいと思います。そして今年は悲願のファイナル進出優勝ということを、目標にしているのでぜひそこに到達したいなと思っております。引き続き応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。今日はいいところの焼肉に行ってくださいね。はい、失礼します。監督でした、ありがとうございました。今一度大きな拍手をお送りください。さあ、それではこれよりフォトセッションを行います。おそらく野島 T リーグ史上に残るインタビューが今繰り広げられたのではないかなと思います。まあ、白髪監督の涙、ね、ちょっとね声が詰まるような場面があったかと思ったら、今度はハオシアイ選手が出てきたときに相手のチャン・カズヒロ監督が通訳をするというですね、はい、なかなか見ることができないインタビューを今ご覧いただきました。VTR でこの試合を振り返っていきたいと思います。
まず第一マッチのダブルス、岡山リベツイサンス森園組、それから琉球アスティーダが張本木造り組、2対1でイサンス森園組が制したゲームでした。どのようにご覧になましたかね、このゲームね。まあ、この2人が組んで、はい、あの弱いはずはないです、うんうん、もう強かったですね、まあ、それとあの今最後のインタビューで森園選手 のいい点取った後は、はい、守らないで攻めようと、うんうん、2人で話し合ったと、はい、卓球は気持ちだと、うんうん、もう素晴らしい言葉を言ってくれましたね。そうですね、はいはい、子供たちの指導者として、はい、森園選手のコメント今嬉しかったですね。第2マッチは今度はハオシュアイとアリノブなんですけれども、ここはハオシュアイが 3-0 で、取りました。あのアリノブも結局チャンスはあったんですけど、ね、なかなかフォアハンドを振らせてもらえない、はい、うんうんうん、もうレシーブもやっぱりバックでチキータ行くかバックでストップしかフォアでうまく処理できなかったので、うん、はい、やっぱりもうそこを徹底して疲れていきましたね、うん、はい、はい、まあ、一勝一敗だったんですけど、アリノブとハオシュアイ今日はもう完敗ですね。そうですね、あのいいところを出させてもらえませんでした、はい、見事なゲーム運びだったハオシュアイのこの第2マッチ。続いて第3マッチはイサンスと吉村真晴は、ここは、3-1 で吉村真晴が取りました。あのサーブは1球目攻撃、はい、あのもう1ゲームの間に何点サービスエースを取ってるかわからないゲームが、うん、1ゲーム目と4ゲーム目ありました、はい、まあ、7年ぐらい前にマハルが、ね、はいはい、勝ってたんですけど、はいはい、やっぱり今今季絶好調の吉村マハルの強さが目立った試合内容でしたね、うん、ですね、はいはい、まあ、本当に吉村マハルのペースというゲームで、はい、進んでいくという形になりました。この吉村真晴とイサンス、もう当たり前なんですけどサーブ1球目攻撃効いたら試合は有利ですね、はい、まあ、吉村真晴の真骨頂みたいなゲームになりましたこの 、はい、第3マッチでした。第4マッチは高見とそれから張本、ここはもう張本が 3-0 で取るという形になりました。もうあの張本が思い通りの試合をしてますね、うん、もうなんていうんですかね、もうゲームを支配してるというか、はい、空間を支配してるというか、そうですね、もうそんな感じです。ゲームだけじゃなくてこの岡山の笠岡総合体育館そのものを支配してましたねこの時間帯は。もうはい、早く世界チャンピオンになってほしいですね、うん、はい、世界2位まで上がってきた張本智和、はい、みんなが張本を追いかけて行きたいですね。そしてマッチカウント2対2でビクトリーマッチはハオシュアイと吉村真晴のゲーム、いやこれは見応えがありました。シーソーゲームですね、はいはい、真晴も良かったですけど、うん、やっぱりもうこういう緊張した場面、うん、もう当たり前のことが当たり前にできる選手が強い、はい、うん、はい、もう最後の2本もつっつきとストップ、決してこのいいラリーとかはなかったんですけど、そうですね、もう森園選手のコメントにも言ってたように僕も手汗を握りながら見てましたけど、はい、そのぐらいの緊張感、白川監督も、はい、涙が出ますこれは、はいはい、ということで、今日は男子はこのゲームだけですので、順位表を今日の段階ではこの順位表ということになります、琉球アスティーダはビクトリーまで進みましたのでポイント1ポイント上げましたので26、岡山リベツは今日これでポイント3ポイント上げての21ポイントということになります。ポイント5ゲーム、ポイント差は5差なんですけども、まあ、白監督もお話ありましたように琉球との差よりもこの3位の埼玉との差が広がったことが、かなり大きかったかなというようなゲームだと思います。さあ、それでは今後の予定、まず岡山リベッツなんですが、今白川監督からもお話がありましたが少し次のゲームは空きまして12月16日、徳島鳴門の鳴門大塚スポーツパークアミノバリューホームでの木下マイスター東京戦、その後12月24日はアウェーで、埼玉戦、その後年が明けまして1月9日は岡山シンフォニーホールで木下マイスター東京戦、その後全日本休みがありまして、2月の4日は TT 埼玉、2月の5日は木下マイスター東京、ともにこれは倉敷の福田公園体育館でのゲームということになります。
一方の琉球アスティーダ、琉球もこの後ゲームは開きまして12月17日那覇地元のですね那覇市民体育館での埼玉戦、18日も同じく那覇市民体育館での木下マイスター東京戦です。それから1月7日はアウェーで埼玉戦が行われて、今度は2月全日本休みを挟んで2月の11、12は、沖縄の沖縄アリーナで岡山リベッツ2月の11日が TT 埼玉でのゲームということになります。沖縄の琉球はちょっとゲーム消化数が多いんですが、この後は地元のゲームが増えるという予定となっております。いやもう最後のゲームも今日は見応えがありまして、ね、今今度は琉球の選手がね岡山のファンの方に今これは気づく…あ、張本ですね、はい、張本が今サインに答えているような形だったんですが、最後のインタビューも本当に含めて非常に今日は見応えのある、はい、ゲームとなりました。橋井さん、今日のゲーム振り返って最後いかがでしょうか。あの一方ジャン一方監督が通訳をしている、うん、はい、もうあの選手同士のリスペクト、はいはい、T リーグいいですね。そうですね、今のね本当にあの相手チームの監督なんですけれども、はい、ハオ試合の通訳をチャンス監督が、勝って出てという形になり、まあ勝ってというか、まあ、呼ばれてだったんですけども、ね、はい、やりましたけれども、はい、本当に野島 T リーグ、今度は吉村真晴選手がねこのようにサインに応じているというようなゲームで、非常にいい雰囲気で今日のゲーム終えられたのかなという形だと思います。岡山リベッツが琉球アスティーダをマッチカウント3対2で下したゲーム、この試合の解説は橋津文彦さんにお願いしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。さあ、野島 T リーグ男子、非常にゲームが面白くなってまいります。この後もお楽しみいただきたいと思います。今日はこの辺で失礼いたします。ごきげんよう、さようなら。